一つ目、埼玉小4男児殺害事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサは結婚したいって思ったことはあるかしら。なんだよ、やぶから棒に。まあ、小さい頃は好きな人と結婚してウェディングドレスを着るのが夢だったぜ。あら、意外と女の子っぽい夢を持っていたのね。失礼だな。だが最近は、そういうのも面倒だなって思うようになったし、憧れもだんだんなくなってきたぜ。マリサみたいに結婚願望自体がないっていう人は年々増えてきているみたいね。一方で、婚活サイトや出会い系サイトで積極的に結婚相手を探す人もいるのよ。ほうほう、そういうサイトってどんな人が利用しているんだろうか。いろいろな人がいるけど、一度結婚して離婚した人もいるわよ。え？再婚相手を探してるってことか？今は再婚に対してネガティブなイメージがなくなってきているからね。条件が合えば、すぐに再婚相手がマッチングする場合もあるわ。意外と簡単に見つかるもんなんだな。でも中にはヤバいやつもいるから、相手を選ぶときは気をつけないといけないわ。埼玉県では再婚した男が相手の連れ子を殺すという、痛ましい事件だって起きているのよ。まずは事件の概要について紹介していくわね。ああ、よろしくお願いするぜ。2019年9月17日、当時小学校4年生だった進藤陽介くんが、突然行方不明になったわ。彼はバスに乗って英会話教室に行ったと思われていたんだけど、その日は教室を欠席していたのよ。思われていたってことは、英会話教室へ向かう陽介くんを誰かが目撃していたってことか？陽介くんの父親が英会話に行ったと証言していたわ。となると、父親の証言と食い違っているじゃないか。おかしい話よね。そして午後8時になっても、陽介くんは一向に家帰ってこなかったわ。このことを心配した母親が警察に連絡したのよ。夜になっても行方がわからないなんて、家族は相当不安だっただろうな。陽介くんはまだ小学生だから、遅くまで遊び回ってる可能性も低いもんね。そうだよな。小学生が遊ぶ範囲なんてそんな広くないだろうし。夜遅くまで出歩いていたら補導されると思うぜ。家族も近所を探していたみたいだけど、陽介くんは見つからなかったわ。通報を受けた警察は、すぐさま陽介くんの捜索を開始したの。そして翌日、自宅近くの空き部屋のメーターボックスの中で、変わり果てた姿の陽介くんが発見されたわ。行方不明になった我が子がそんな場所で見つかるなんて、ご両親はショックだったろうな。きっと信じられなかったと思うわ。それにしても、どうして陽介くんがメーターボックスにいたのか謎なんだぜ。そこなんだけど、遺体には首を絞められた跡が残っていたわ。誰かが陽介くんを殺害した後、バレないように隠したのよ。そうだったのか。もう一つ謎があるんだが、父親はどうして陽介くんが英会話教室に行ったなんて嘘をついたんだ？実は、この事件の犯人は父親だったの。だからアリバイ作りのために嘘の証言をしていたのよ。なんてこった。警察による取り調べで、陽介くんの首を絞めて殺したことを白状したわ。どんな理由があって、自分の子供を殺したって言うんだ？詳しく知りたくなってきたぜ。じゃあ、その辺も含めて父親である進藤陽介の人物像を紹介していくわね。進藤は広島県呉市出身で、実家は代々続く資産家だったの。資産家ってことは、かなり裕福な家庭だったんじゃないか？その通りよ。彼の曽祖父はヤスリ業界の団体で理事長をやっていたし、父親はうどん屋の経営をしていたわ。おお、身内に理事長や経営者がいるなんてすごいじゃないか。まさにエリート一家って感じがするわね。そうだな。進藤もゆくゆくは父親の店を継いで、会社の経営に関わるつもりだったのか？それが進藤本人は経営にあまり興味がなかったみたいなのよ。それよりも芸能事務所に入りたいって夢があったそうね。経営者ではなくて芸能人になりたかったってことか？進藤は中高が私立の男子校だったんだけど、その中でもおしゃれに気を使っていたと同級生が証言しているわ。なるほど、じゃあ学校でも目立つタイプだったんだな。性格はおっとりとしていたから、そこまで派手な感じはなかったわ。誰とでも分け隔てなく接していたから、優しい人物と言われていたのよ。じゃあ、事件を起こしそうな感じではなかったんだな。少なくとも、学生時代の知り合いはそう思ってなかったわ。ふむふむ、そうだったのか。そして進藤は高校を卒業後、東洋大学の社会福祉学科へ進学するわ。あれ？芸能人に憧れていたのに、福祉の道を選んだのか？芸能界って浮き沈みが激しいし、大学ぐらいは出た方がいいって説得されたのかもしれないわね。それに福祉を勉強しておけば資格も取れるし手堅いと思うわ。福祉って常に人手不足だし、働き口を心配しなくても良さそうだな。親としても安心よね。それに進藤自身も大学進学で上京したことで、学校生活を楽しんでいたわ。母親からの仕送りがあったから、お金に困ることもなかったのよ。じゃあバイト代も全部遊びに使えたってわけだな。さすが資産家の息子だぜ。
振動は大学の後輩と付き合って一緒に暮らし始めるんだけど、そのうち大学へ行かなくなってしまうの。おいおい、サボり癖がついてしまったのか？その通りよ。そして振動は、大学を除籍処分となってしまったわ。ってことは、もう大学生じゃなくなったってことだな。その後は就職したのか？それが職探しをせず、母親からの仕送りで生活していたのよ。いくらなんでも親に甘えすぎだろ。実家が裕福だから、ついつい頼ってしまうんじゃないかしら。そんな生活の中で、振動は出会いアプリなどを使って女性とやり取りするようになるわ。けど振動は働いてないんだろ？そんな男とやり取りしたい人なんていると思えないんだが。音楽関係の会社員で年収が600万円だった時期もあったと語っていたみたいね。どこまで本当なのかはわからないけどね。なんだか怪しいぜ。ちょっと嘘くさい感じがするわね。アプリで女性とやり取りするために、見栄を張っていた可能性が高いわ。女性によく見られたいって気持ちが強いんだと思うぜ。無職だと女性に相手にされないことが多いからね。アプリで女性を探す日々を送っていた振動は、10歳年上の A さんという女性と出会うわ。女性はバツイチだったんだけど、二人は結婚することになるのよ。結構、年が離れている女性だったんだな。しかも A さんには、元夫との間に生まれた長男と次男がいたわ。この次男が今回の被害者となった凌介くんなのよ。ってことは、子供は A さんの連れ子で、振動と血が繋がっていなかったんだな。そういうことになるわね。再婚後、振動は A さんと凌介くんの3人で暮らすようになったわ。長男は一緒に暮らしていなかったのか？ A さんが引き取ったのは凌介くんだけだったのよ。なので、長男の方は元夫と一緒に暮らしていたわ。じゃあ、兄弟は離れ離れになってしまったんだな。月に一回だけど、会うことはあったわ。凌介くんは友達に、お兄ちゃんと離れて寂しいとこぼしていたそうよ。そりゃそうだよな。恋しくなる気持ちもわかるぜ。急に家族がバラバラになっちゃったら不安にもなると思うわ。A さんは高校の養護教諭として多忙だったから、寂しかったと思うわ。ただ、A さんは振動と再婚する前にも、若い男性と付き合っていたって噂もあるのよ。不倫してたってことか？あくまで噂だけど、タイミングによっては不倫になるわね。でも、そんな話が出るってことはもともと年下の男性が好きだったんだろうな。甘えられるのが好きだったのかもしれないわね。実際、振動は A さんと暮らすようになってから養ってもらっていたのよ。その代わりに振動は家事を担当していたわ。ほうほう、主婦になったってことだな。凌介くんともよく遊んでいて、関係は良好だったわ。振動は年も若いし、一緒に遊ぶ相手としては良かったのかもしれないぜ。新しいお父さんというより、ちょっと年の離れたお兄ちゃんだったんだと思うわ。凌介くんは実のお兄ちゃんと別居して寂しがっていたし、ちょうど良かったんでしょうね。多感な時期に家庭環境が変わるとぐれる子も多いが、凌介くんは大丈夫だったのか？同級生のお母さんとすれ違った時は、必ず挨拶をするようないい子だったわ。それに学校では成績も優秀で、スポーツも得意だったそうよ。おお、礼儀正しいだけじゃなく優等生でもあったんだな。校長先生も、凌介くんは明るく元気な生徒で、友達もたくさんいるような子だったと語っていたわ。そんないい子が母親の再婚相手に殺されるなんて、誰も予想していなかっただろうな。まさにね、耳に水だと思うわ。それに凌介くんは、相手が嫌がることとか、そんなこと一切する子ではない。とおじいちゃんが断言するくらい周囲に優しい子だったのよ。振動との関係も問題なく、トラブルを起こすような子でもないんだな。なぜ殺されてしまったのか謎すぎるぜ。じゃあ次は、振動の動機について紹介していくわね。事件当日、振動は学校から帰ってきた凌介くんと些細なことで口論になってしまうのよ。些細なことって、何があったんだ？紅白帽をなくした凌介くんに振動が注意をしたのがきっかけね。その際に凌介くんから、本当の親じゃないくせにと言い返されちゃったのよ。でも、凌介くんってまだ小学生だろ？そのぐらいの歳なら反抗的な言い方になっても仕方ないと思うぜ。再婚してから半年くらいしか経っていないし、凌介くんの中で納得できない部分もあったのかもしれないわ。けど、腹を立てた振動は、凌介くんの首をコードで絞めて殺害してしまったの。そんな理由で子供を殺害するなんてびっくりだ。しかも、関係は良好だったんじゃないのか？日頃から凌介くんは振動をさん付けで呼んでいたそうなのよ。表向きは良好な関係でも、振動にとっては可愛くなかったのかもしれないわ。しかも、連れ子がいることによって、A さんに構ってもらう時間も少なくなるのも大きいわね。だからって、衝動的に人を殺すのはやばいと思うぜ。もちろん、振動がしたことは許されないわ。それに、嘘の証言や遺体の隠蔽もしているのよ。よっぽどバレたくなかったんだな。妻の子供を殺してしまったという事実だけは隠蔽したかったんだと思うわ。自分を守るために必死だったってことだな。まったく、どうかしてるぜ。
振動は事件後、凌介くんを殺害した容疑者として逮捕されるわ。でも、誰がやったかわからないなどと、言ってることがコロコロ変わっていくのよ。いやいや、なんでだよ。振動は凌介くんを殺したと自白しているんだろ。振動はもともと怪しい経歴で出会い系をやっていたり嘘の証言をしたりで、虚言癖がひどいのよ。発言には責任を持ってほしいもんだぜ。マリサの言う通りだと思うわ。結局、振動はどうなったんだ？地方裁判所で懲役16年を言い渡されたわ。振動側は懲役8年が相当だと主張していたみたいだけど、それは通らなかったの。被害者の首をコードで数分間絞め続けたことは、強固な殺意に基づくもので、極めて身勝手で悪質な犯行だと判断されたのよ。連れ子とはいえ、まだ幼い子供の首を絞め続けて殺すなんて凶悪すぎるぜ。しかもこの事件の発端は些細な口論なのよ。凌介くんは全く非がないにもかかわらず、突然命を奪われてしまったことになるわね。以上で、今回の事件についての解説は終わりよ。幼い命が犠牲になる事件を聞くと、辛い気持ちになってしまうぜ。同じような事件を起こさないためにも、再婚は慎重にする必要があると思うわ。特に子供がいる場合、相手が本当に家族を大事にしてくれるか、見極める必要があるわね。A さんは振動と出会ってすぐに再婚したのか？出会い系サイトで知り合ってから、1年ほどでスピード再婚したみたいよ。それだけ惹かれ合っていたということなのか？人間性をしっかりと知る前に結婚したって感じもするわね。しかも振動は結婚後、働いていなかったんだよな。家に引きこもってることも多かったわ。家事もやっていたのかもしれないが、ほぼ紐状態って感じだな。大学を辞めてからも仕送りで生活していたし、基本的に働く意欲がなかったんだと思うわ。A さんと結婚したのも、収入面で頼ろうという魂胆があったのかもしれないぜ。A さんは養護教諭としてバリバリ働いていたから、可能性はあるわね。それに仕事をこなすだけではなく、凌介くんの教育にも熱心に取り組んでいたわ。習い事もいろいろさせていたのよ。それだけ我が子が可愛かったんだろうな。習い事もタダではないし、大切にしていたんだと思うわ。我が子のためにも必死に働いていたって感じがするぜ。そんな我が子を、再婚相手の振動が殺すなんて、ひどい話だと思うわ。ああ、私なら頭が真っ白になってしまうぜ。しかも殺害の理由は、ただの口論なのよ。理不尽極まりないと思うわ。振動には自分の罪の大きさを自覚してもらって、心の底から反省してほしいもんだぜ。二つ目、甲府心筋OL誘拐殺人事件。まず、この甲府心筋OL誘拐殺人事件の発端は、1993年8月10日火曜日に遡るわ。この日の午後4時20分過ぎ、山梨県甲府市にある、甲府信用金庫大里支店に一本の電話がかかってきたんだけど、電話をかけてきた人物は地元の地方紙の発行している雑誌の記者を名乗って、この支店に勤務する19歳の女子行員 A さんを呼び出して、雑誌の取材のためと称して、約4キロほど離れた古瀬スポーツ公園に誘い出したのよ。その女子行員が被害者の A さんだな。A さんは支店での勤務後に向かったものだから、支店の他の人間は、誘い出された A さんがその後どうなったかは知らないでいたのよ。それじゃ事件発覚はいつだったんだ？翌8月11日、娘が一晩帰宅しなかったので心配した A さんの両親が、支店に連絡したのとほぼ同時刻の午前8時20分頃に、犯人の M から支店にお宅の職員を預かっている、4500万円用意しろという、脅迫電話がかかってきたことで、A さんが誘拐されたことが判明したわ。警察はいつ頃、誘拐事件であることを把握したんだ？犯人 M から接触があった後、すぐに甲府信金側は山梨県警に連絡したわ。県警は金銭が要求されていることから、身代金目的の営利誘拐事件として動き始めたわ。でもその後、身代金を持って指定された場所に赴いた支店長は、犯人との接触に失敗したのよ。次に犯人側が指定してきたのは、中央自動車道から身代金を投げ捨てろという、指示だったんだけど、犯人側の5分以内という指示に対して、人員配置の猶予を優先した山梨県警の対応で、実際に支店長が身代金の投下場所に、指定されたところに到着したのは50分以上が経過した後だったのよ。はぁ？ 5 分以内の指定に対して50分以上遅れたのか？結局、最後まで犯人側と接触することができず、身代金の受け渡しに失敗して、その後犯人側からの連絡はくっつりと途絶えてしまうわ。A 子さんの家族にしてみれば、地獄の苦しみだっただろうな。そして誘拐されてからちょうど1週間後の1993年8月17日、静岡県富士宮市内を流れる富士川で A 子さんの遺体が発見されたわ。最悪の結果となってしまったな。A 子さんの遺体発見を受けて、山梨県警は直ちに公開捜査に踏み切ったんだけど、
その際に犯人特定につながる有力証拠として脅迫電話の声紋鑑定を行ったのよ。声紋鑑定？ええ。さらに鑑定結果とともに、各メディアでは、脅迫電話の録音を、繰り返し放送したことで、それを耳にした人が、その声は、知人の M であると確信して、説得を行ったそうよ。1993年8月24日、事件発生から2週間後に犯人 M が、山梨県警に出頭する形で事件自体は解決をしたわ。でも、犠牲となった A 子さんが生きて戻ることはなかったんだな。そもそも、この犯人 M はどうしてこんな事件を起こしたんだ？それにはまず、犯人 M の生い立ちを紹介していくことにするわ。犯人の M は1955年生まれ、1973年に山梨県内の高校を卒業すると、静岡県清水市に本社があった自動車販売会社に就職したわ。実家は代々続く大きな農家で、長男として生まれた M は、勤めの傍ら農業も手伝い、スポーツ少年団の手伝いや消防団活動にも熱心だったそうよ。今のところ、普通に順風満帆な人生って感じだな。1978年、M が23歳の時に看護師をしている女性と結婚し、二人の子供にも恵まれてジップ亡き後は、実母を含めた家族5人で暮らしていたわ。そんな男がどうして誘拐殺人事件を？実は、M の穏やかで地域の人望を集めていた表の顔とは別に、もう一つ別の顔があったのよ。別の顔？一体どんな顔を隠し持っていたというんだ？実は犯人 M には総額7000万円にも上る借金があったのよ。7000万？一体どうしてそんな大借金を？さっきも説明した通り、M は自動車販売会社に勤めてて、そこでの担当業務はトラックなどの大型車専門の営業だったのよ。しかし結婚から10年が経った1988年頃から、担当する大型車両の販売実績を上げて、職場で高い評価を得ようという気持ちが強くなり、通常の取引範囲を超えた値引き販売を独断で行ったり、見込み発注や、これまで販売実績がないため、代金回収ができるかどうか不確かな相手にまで販売したり、得意先の名前を流用しての架空販売などを繰り返すようになったのよ。そんな無茶なことしてよく発覚しなかったな。帳簿上では売上処理がきちんとされていたんだけど、現実的には、入金の見込みのない未集金が蓄積していたらしいのよ。さらに、その穴埋めのために他の顧客から集金した代金を流用したり、実母や知人などから多額の借金をして、当座をしのぐという自転車操業状態だったらしいわ。そんなことを繰り返していたんじゃ遅かれ早かれ破綻してしまうな。しかもその一方で、1992年頃からは韓国人の愛人を作って、M 名義で甲府市内に借りた家に住まわせていたわ。呆れたぜ。人からお金借りてる身分で愛人を囲うなんてな。しかしこの頃には、知人から借り受けた2000万という大口の借金の返済にも行き詰まって、1988年の12月頃には至急に返済しなくてはいけない借金だけで、ついに約3700万円という高額に到達してしまったのよ。打つ手のなくなった M は家族に相談して、実母と自分がジップから相続した土地を担保に、甲府信用金庫山城支店から総額3500万円の融資を受けて返済することにしたわ。土地に敷地権が設定されたのは仕方ないが、これでとりあえずの借金返済はできたんじゃないのか？いやいや、さっきも言った通り M の借金は7000万もあったと言ったでしょう？ 3500 万じゃその半分にしかならないのよ。あ、そうか。それに高額な借金なだけに利息もすごかったんだろうな。そりゃ当時の出資法の上限金利は今の金利よりはるかに高くて、年 54% ほどだったからね。54%？ マジか？ええ。だからもし10万円を1ヶ月借りたら利息は約4500円になるのよ。ちなみに今は上限 18% だから利息は約1470円ね。そんな時代に巨額なお金を借りたんじゃ、追い詰められるに決まってるぜ。しかも土地を担保に借りた金で一旦はしのいだものの、M には他にも借金があったから、そちらの返済のために今度はおじから2000万を借りたのよ。それもどうせ焼け石に水だよな。その通りよ。結局1993年の夏には、総額1億円以上を用意する必要に迫られていたわ。宝くじにでも当たらない限り、借金まみれの M に、そんな大金が用意できるはずもなかったわ。そこで事件1ヶ月前の1993年7月頃には、一攫千金を目論んで、銀行強盗や現金輸送車襲撃を考えるようになっていったのよ。そして、1993年7月12日には犯行に使うためにモデルガンを購入して、いろいろ計画を立てていたものの、8月に入るといよいよ借金の取り立てが激化したため、
単独での犯行が難しいと考えて銀行強盗や現金輸送車襲撃を断念して、身代金目的の誘拐へと計画を変更したのよ。なるほど。それでいつ頃ターゲットを被害者 A さんに絞り込んだんだ？犯人 M が、誘拐相手を交付親金の行員にしようと思いついたのは、1993年8月8日のことだったんだけど、その計画とは雑誌の取材を名目に、女子行員を連れ出して、金融機関に身代金を要求しようというものだったのよ。連れ出す名目が雑誌の取材？さっきも紹介していた地元紙が発行していた雑誌のことだよな。どうしてその雑誌の記者だと名乗ろうと思ったんだ？実はその雑誌には毎月地元企業で発達と活躍する女性を紹介する、連載コーナーがあったらしいんだけど、M はその雑誌を立ち寄り先の、ガソリンスタンドで見てこれは使えると思ったらしいのよ。そして1993年8月10日犯行当日、M はまず午後2時頃甲府信用金庫の、大里支店を訪れて、窓口で電話料金の支払いをしながら女子行員を物色。当時、高校を卒業して甲府信用金庫に就職したばかりの新人行員だった被害者の A さんが、窓口応対をしてくれた時に規則通り名札をつけていたことで目をつけて、支店を出た足で、甲府信用金庫の本店総合企画部情報相談室に電話をかけて、例の雑誌記者のふりをして、連載コーナーで被害者の A さんを取り上げたいと相談して、その後午後4時過ぎに、今度は甲府信用金庫の大里支店に電話し、支店長に本店にも連絡済みであることを説明した後、A さんを取材のために連れ出すことを承諾させたのよ。本店も支店も雑誌の編集部に確かめなかったのか？これが東京の大手紙といえば逆に嘘くさく思われて、警戒されたかもしれないけど、相手が地元では有名地方紙関連の記者と名乗ったことや、名前を挙げた雑誌が、県内企業などでよく読まれていたことから、あまり警戒心を持たなかったみたいね。最終的に1993年8月10日、支店の近くに停めた車の中からかけた電話で M は A さんに、支店長から話があったと思うが、雑誌の取材のために午後6時に、古瀬スポーツ公園に来てもらいたいと話して、了解を得たわ。8月の午後6時ならまだまだ明るいから、そんなに変だと思わなかったのかもな。しかも A さんは支店長や本店からこれも業務の一環だから、という説明を受けていたみたいなのよ。そして支店の仕事を終えた A さんは約束通り、M が支店に差し向けたタクシーに乗って、古瀬スポーツ公園へ向かい、そこで M と落ち合うと、M の車に同乗したわ。ここからは M の裁判で採用された証言に基づくけど、M は当初自分の車を、当時東八代郡中道町と呼ばれていた、現在の甲府市上曽根町方面に走らせていたけど、次第に様子がおかしいといぶかしんだ A さんに車から降ろすように言われて、まずタオルで口を塞いだものの、なおも A さんが叫び声を上げようとしたため、午後8時頃、甲府市内を流れる濁川の土手に停めた車の中で、鼻と口をタオルを当てた手で強く押さえつけることで、外傷性ショックにより死亡させたのよ。ということは、支店を出て M と落ち合ってから、2時間足らずの間に殺害されてしまったということか？ええ。A さんにしてみれば、我が身に起きたことをきちんと把握できないうちに、命を絶たれたに等しいと言えるわね。なんてむごいことを。そして、A さんの遺体を車に乗せて移動し、日付の変わった1993年8月11日午前0時過ぎに、山梨県中駒郡玉穂町現在の、山梨県中央市乙黒付近の笛吹川の土手から、川に A さんの遺体を遺棄したのよ。しばらく流されていく A さんの遺体を見送った M は、このまま遺体が、川の流れに乗って、駿河湾まで流れ着くと考えたらしいわ。実際にはそうはならなかったんだよな。ええ。事件発生から1週間後の8月17日、静岡県富士宮市内の富士川で A さんの遺体は発見されていたわ。無事を祈っていた A さんの家族にとって辛い知らせだっただろうな。それじゃ、時を M が A さんの遺体を遺棄した1993年8月11日未明に戻すわ。その後、何食わぬ顔をして帰宅した M は、仕事から帰ってこない娘を案じた。A さんの家族が訪ねてきた直後の甲府信用金庫の大里支店に電話をかけて、お宅の職員を預かっている。覚醒剤の取引で穴を開けたから金が必要なんだ。4500万円を用意しろと身代金を要求したのよ。なんで覚醒剤なんて言い出したんだ？それに必要な金額は4500万じゃないよな。覚醒剤云々と言ったのは、自分は暴力団関係者だと匂わせたかったらしいわ。要求額が4500万となったのは以前自身の借金を計算した時に、メモした4500万という数字がとっさに口をついて出たかららしいわよ。場当たり的な人生を歩んでいた犯人 M らしいといえばらしいな。この脅迫電話を受けて、甲府信用金庫は山梨県警に通報したのよ。
直ちに極秘裏に支店内に録音機材などが持ち込まれたわ。犯人 M からの脅迫電話は延べ7回かかってきたんだけど、そのうち、山梨県警が録音に成功したのは3回だったわ。客探知の方はどうだったんだ？ M からの電話は、客探知が可能となる1分20秒以上を超えることは、ほとんどなかったため難しかったらしいわ。この後、M からは具体的な身代金の受け渡し場所についての電話が入るんだけど、まず最初に指定されたのが、甲府市中小河原町の喫茶店だったわ。そして午後4時頃、身代金を持って喫茶店に行った支店長は、次にそこから約5キロほど離れた甲府市下曽根町の、ガソリンスタンドに来るように言われたのよ。誘拐の時の常套手段だが、あちこちに移動させて、後をつける警察の動きを見定めようとしていたのか？そうでしょうね。実際、この時犯人の M は自分のオペルで移動しながら、携帯電話で連絡していたらしいわね。オペル？ドイツ車の？思うんだが、勝田清隆といい、借金の挙句、凶悪犯罪を起こす犯人って妙に良い車乗ってる率高くないか？ああ、本庄保険金殺人事件の主犯とされる愛もそうよね。でもそれって別に不思議でもなんでもないのよ。そもそも堅実派な奴が犯罪なんかに手を染めるわけないでしょう？見えっ張りで計画性がないから、他人を害してでも金銭を奪おうとするのよ。あ、それは言えてるな。話を戻すと、M の言う通り、ガソリンスタンドに移動した支店長に、午後5時頃再び電話をかけてきた犯人は、5分以内に中央道上り線の104キロポストから現金を柵の外に投げ捨てろ。現金確認を、A 子さんはすぐ渡す。信用できないなら、この話はなかったことにしようと要求したわ。この104キロポスト地点というと、現在の、笛吹市境川町藤沼田のあたりなんだけど、高速道路から下を走る一般道に身代金を投下させるというやり方は、1963年公開の黒沢明監督の映画天国と地獄をヒントにしたらしいわ。天国と地獄のこの手法って大勢の模倣犯が出たんだよな。ええ、有名なところではグリコ森永事件や、名古屋市女子大生誘拐殺人事件なんかもそうね。一方、指示を受けた支店長は、犯人の指定した中央道へと向かおうとしたわ。電話を受けたガソリンスタンドは、甲府南インターチェンジとは目と鼻の先だったからよ。しかし、付近に緊急配備を敷きたい山梨県警は、5分以内という。犯人の指示にもかかわらず支店長を足止めしてしまうのよ。結果として、支店長が現場ポスト付近に到着したのは、犯人の指示から45分も過ぎた午後5時54分頃だったそうよ。そんなに大幅に遅れたら犯人を逆上させるだけじゃないか。これに対して山梨県警は現金をむざむざ犯人側に渡したくなかった。犯人検挙のため仕方なかったと弁明したらしいわ。でも、これについては人命を第一に考えるというよりも、犯人の逮捕の方に重きを置いたと非難されても仕方ないわね。結局この受け渡しが失敗に終わったことで、犯人 M から支店側への接触は途絶えてしまうのよ。犯人側からの接触がなくなって1週間後、A さんが遺体で見つかるという、最悪の知らせが入ったのがさっきも説明した通り8月17日だったわ。ただし、この1週間、山梨県警もただ手をこまねいていたというわけでもないのよ。というと、何か捜査の進展はあったのか？身代金の受け渡しに失敗した8月11日以降、山梨県警は南甲府警察署に、約220名からなる捜査本部を設置し、電話はすべて携帯電話から発信されていたことや、待ち合わせの喫茶店やガソリンスタンド、さらに支店に出入りした人間の中から、該当する携帯電話が使用可能な人間を絞り込もうとしていたのよ。その頃犯人の M はどうしていたんだ？海に流れて発見されないと踏んでいた A さんの遺体が発見されたことや、それを受けて公開捜査が始まり、メディアが一斉に報道を始めたこと。さらに8月20日には支店長にかけた脅迫電話の録音テープが公開されたんだけど、早速メディアの一つが、この録音テープを声紋鑑定の第一人者である、日本音響研究所に持ち込み調査を依頼したわ。声紋鑑定は、人の声に含まれる成分を解析して、その声を発した人物を特定する鑑定のことなんだけど、この時の日本音響研究所長の鈴木松美さんの鑑定は、後に犯人 M が逮捕されたことで俄然注目されることとなったわ。え、どういうことだ？この時所長は、犯人は身長170センチ前後、年齢は40歳から50代半ば、公衆便を緊張する場でも多用していることから普段から方言で仕事をしている。話の運び方がうまいことや、身代金に関して無地の帯封を指定しているが、銀行名の入った帯封と2種類あることを知っていることから、ある程度の金を日常的に扱う仕事と分析していたのよ。で、実際の犯人 M は？
身長は172センチ、年齢は当時38歳、そして1台1000万を超えることもある、大型車両の売買に関わる営業マンだったわ。実は犯人の M はこのテープが公開された翌日の21日、友人から、100万円を借り受けて愛人のいる韓国に出国しているのよ。国外逃亡を図ったということか？妻子も年老いた母も何もかも捨てて？でも、韓国に渡ったはいいけど、言葉もわからず生活することが難しいことを悟ったことや、いずれ捜査の手が自分まで届くと思ったこと。テープの声をよくよく聞いた友人から、犯人はお前だろう。帰国して実施しろと説得されたことで、23日に帰国し、翌24日に出頭して実施したわ。実施したのはわかったが、裁判はどうなったんだ？検察側は当然、身代金目的誘拐、殺人、死体遺棄といった犯行の残酷さなどから死刑を求刑。これに対して弁護側は実施したことを考慮すべきだと主張したため、犯人 M の自首の有効性があるかどうかが争点となったわ。自首の有効性？それってどういうことだ？自首が量刑に影響するには、犯行後まだ警察が実施した人物による犯行だと、特定できていない時点で、捜査機関に実施したという事実が必要とされるのよ。今回の場合、確かに一件は M が自首したように見えるわよね。しかし裁判所は最終的にこれを自首とは認められないとしたのよ。どういうことから自首じゃないと判断されたんだ？山梨県警は犯人からの連絡が途絶えた後、携帯電話の使用歴や現金受け渡し予定場所への、出入りなどから犯人の絞り込みをしようとしていたと説明したでしょう？その過程で M が勤めていた自動車販売会社が浮上し、山梨県警の特命班の一つが、販売会社の管理部長を訪ねて、携帯電話を利用できるものの特定を依頼していたのよ。さらに、自動車販売会社の顧客に例の録音テープを聞かせたところ、自分のところに出入りしている営業の M の声に似ているという証言を得ていたのよ。つまりその時点で捜査本部では M の名前が浮上していたわけだな。ええ。さらにこの顧客からは、M に車のことで営業部長に、会いたいという連絡をしたとき、M から世間話のように、自分も甲府信用金庫と取引があり、指定の連絡場所の喫茶店にも出入りしているから、俺は間違いなく疑われると言っていたという証言も飛び出したらしいわ。当時地元で持ちきりだった誘拐事件の話を、無視するわけにもいかなかった、ということなのかもな。さらに8月19日には、M が所有するオペルについて調べたところ、喫茶店付近や、中央道の境川パーキングエリア付近で当日捜査員に現任されていたことが発覚したわ。また、M には韓国人の愛人がいて、かなりの借金を抱えていることも分かったため、M をマークし始めていたのよ。そして翌8月20日の朝、M がいつも通り自動車販売会社に出勤したところまでは、確認できたものの、その後行方がわからなくなってしまったのよ。その頃って M が海外逃亡を画策し始めていた頃だよな。警察は当然、M の韓国への逃亡を疑い、法務省に対し出入国の照会をしようとしたらしいけど、21日が土曜日だったせいで正規な方法では照会できず、簡便な方法も検討したものの、結局照会できたのは、8月23日で、この日 M は韓国から帰国しているわ。しかし、一方で22日の時点で山梨県警で具体的な容疑者として捜査線上に残っていたのは、M だけだったことや、23日には捜査本部長から、M の所在が確認でき次第、任意同行するよう指示を受けていたことを踏まえ、裁判所は、状況証拠から共犯者の有無についての疑念を残しながらも、M が犯人であることについて、高度の嫌疑を抱いて捜査していたものであり、犯人であることが発覚する前に、M が出頭して犯罪を申告したものとは認められないと認定したわ。つまり自首の有効性はないと判断したわけだな。検察側は死刑を求刑したんだけど、1995年3月9日甲府地裁は無期懲役の判決を下したわ。求刑死刑に対して無期懲役？なんでだ？ざっくり言うと、借金に関しては早期に見栄を捨て家族や職場で正しく事実を打ち明けて謝罪し、協力を頼めば解決の道が開けた可能性も十分あったのに、返済のあてもなく借金を重ね、自転車操業的に辻褄合わせを続け、自己破産等の措置を選択することもなく、一攫千金を狙って、他人を犠牲にして解決しようとしたものであり、自己中心的な動機には何ら同情の余地はないとしたのよ。全くおっしゃる通りだぜ。さらに殺人という犯行に至った経緯については M の内面には、隠された危険かつ反社会的な人格が潜んでいたことが伺われる。誘拐した後も、A さんと言葉を交わし、犯行を思いとどまる機会もあったのに、殺害の意思を変えることなく、助けを求める A さんに対し、強行に及んだものであり冷酷残忍と断罪したわ。全くその通りでしかないぜ。
さらに計画的かつ巧妙、冷酷無比な犯行でありも法制からも、社会一般に与えた衝撃と影響は大である。犯行の動機に同情の余地がなく、その結果は人命を奪う重大なものであって、被告人の刑事責任は極めて重大であると言わなければならないとしたわ。でも裁判所は続いて法律上の自首は成立せず、また追及を逃れられないという動機はあるとしても、事故の非を認め、捜査機関に自ら出頭し、本件犯行内容を詳細に供述している。M の仕事への姿勢や女性関係に犯行の原因があるとはいえ、M には、前科前歴がなく、高校卒業後ずっと同じ会社で勤務し続け、一応平穏な家庭を築いていたことや事故の在籍を深く反省していることを考慮し、法と正義の名による極刑も十分考慮に値するものではあるが、M に重罪犯として終身 A さんの冥福を祈らせつつ贖罪の道を、歩ませることも法であり、正義であると信じるとしたわ。はぁー。いや、おかしいだろ。なんだ、その理屈？そもそも贖罪ってどういう意味で使ってるんだ？辞書によれば良い行いをしたり金品を出したりするなどの実際の行動により、自分の犯した罪を償うことが贖罪なんだよな。ま、そうよね。M が無期懲役になって善行ってどこで積むんだ？刑務所で？そんでもって人の命と、自分の借金を引き換えにしようとした人間がどうやって金で償うんだ？刑務作業の報奨金なんて、予算ベースで、一人一ヶ月あたり4320円とかだろ。仮に満額報奨金を送ってよこしたところで、それが遺族の心の救済に本当になると思うのか？いやもう、本当にもう無理だぜ。どこをどう探しても腑に落ちるところがないぜ。そうよね。この判決に対しては検察側が判決を不服として、さらに弁護側も刑が重すぎるとして控訴したわ。ほう、重すぎる？それで？東京高裁は1996年4月16日に死刑を求める検察官の意見には、傾聴するべきものがあるが、厳しい借金の返済要求に切羽詰まって犯行に、借り立てられた点など、組むべき事情が全くないとまでは言えない。被害者が一人の事件での死刑適用に、以前と比べて、やや控えめな傾向が伺えることも合わせて考えると、一審判決は、重すぎるとも軽すぎるとも言えないとして控訴を棄却。これに対して検察、弁護側双方ともに上告せずに M の無期懲役が確定したわ。傾向ってなんだ？トレンドって言い換えればいいだろ。そしたら人の命を奪った罪に対してどれだけ軽い物言いなのか実感できるだろ。そうよね。裁判官の言葉は被告のためだけのものじゃないわ。被害者のためでもあるはずなのにね。三つ目、名古屋アベック事件。この事件が起きたのは、1988年2月23日未明から25日にかけてのことよ。その日、被害者となった男女は、名古屋市緑区にある大高緑地公園の第一駐車場に来てたの。そんな遅い時間に二人で公園にいるってことは、二人はカップルだったのか？ええ。事件名のアベックっていうのはカップルのことよ。最近じゃあんまり聞かなくなった言い回しだけどね。このカップルは、男性の方が19歳の理容師で、女性の方が20歳の理容師見習いだったらしいわ。同じ仕事をしてる人たちなんだな。この二人は女性の父親が普段使ってる車で来てたんだけど、そこに2台に分乗してきた男女6人の犯人グループが強盗目的で現れたわ。6人で強盗か、物騒だな。この犯人たちは普段から強盗などを行ってたグループで、この時も木刀や鉄パイプなどで武装してたの。事件当日も名古屋市港区の金城埠頭付近で2台の車を襲って、計8万6千円余りを強奪してたわ。それにより調子づいてた彼らによって、フロントガラスは破壊され、男性は車外に引きずり出されてリンチを受けてしまったの。以前からやってるっていうのもあって、手慣れてる印象を受けるよな。一方、女性も車外へと引きずり出されて同様に暴行を受けたわ。それだけでなく、強姦された上にタバコの火を押し付けられ、陰部にはシンナーをかけられ、ライターで髪を燃やされたの。ただの強盗目的にしては妙じゃないか？金品を盗むだけなら、そこまでする必要性がないぜ。犯人が考えることなんてわからないけれど、そういった行動をとってたこともあってか夜が明けてしまい、被害者男女に警察に行かれるかもしれないと考えて、二人を自分たちの車に連れ込んで拉致したのよ。計画性があるのかないのかわからないな。犯人グループは名古屋市内にあるホテルに二人を連れて行くと、そこで再び女性を強姦し、被害者二人をどうするか話し合った。当初は男性を殺害し、女性は売り飛ばすと考えたみたいだけど、その当てがないため結局二人とも殺害するという発想に至ったそうよ。当てもないのにそういう発想が出るあたり、まともじゃないんだろうな。こうして男女を殺害することを決めた犯人グループは二人に目隠しをし、車に乗せて愛知郡長久手町の宇塚公園墓地へと向かったわ。この時犯人は逃がしてやると言って、二人を連れ出したのよ。
まあそもそも、こんなことをする人間が逃がすわけがないよな。墓地へと到着すると男性だけを車から降ろし、手首を拘束して口を塞いだ状態で、ビニールロープを首に巻きつけて左右から綱引きみたいにして締め上げて殺害したわ。この時、犯人グループは男性にわざと苦しいかと聞き、20分もかけて締めたのよ。初めての殺人にしては妙に慣れてるし、悪質じゃないか？まあこれまで解説してきた事件の中にも、初犯なのに残忍な殺害方法だった犯人はいたわね。そうして殺害された男性はトランクに乗せられ、車は再び出発したわ。この時女性は異変を感じて、男性の身を案じて犯人たちに質問したんだけど、男性同様に口を封じられてしまったの。男性の遺体も乗せたってことは、どこかにまとめて遺棄するつもりなんだな。一旦犯人グループの一人のアパートに移動すると、女性を殺害するまでの時間を過ごす際、サイドに渡って女性を強姦した。その後、三重県阿山郡の山中に移動すると女性に目隠しをし、犯人グループの男たちは遺体を埋めるための穴を掘ったわ。名古屋から離れた場所で遺棄しようとしたんだな。その間、犯人グループの女から最後に何かしてほしいことはないか？と問いかけられた女性は、彼が殺されたの分かってるから彼の顔が見たい。彼と一緒に埋めてと答えたそうよ。その要望は通ったのか？ええ。男性の遺体を見て涙を流した女性を、犯人グループは笑っていたそうよ。その後、パンツだけの状態にさせられた女性は再び目隠しをされ、穴のそばの地面に座るよう命じられたわ。それを受けて女性は両膝を抱え込むようにして地面に腰を下ろしたみたいね。殺害方法は何だったんだ？男性と同じビニールロープを使ったものだったわ。犯人グループはその手法を綱引きと称し、30分以上もかけて女性を絞殺したの。そうして殺害された二人は抱き合うような形で穴の中に埋められ遺棄されたわ。あまりにも残虐だぜ。でも証拠が残ってないと、逮捕するのも難しいんじゃないのか？確かに犯人グループは被害者の衣服を回収してるし、遺体も遺棄されてしまった。ただ、どうやら目撃者がいたらしく、その目撃証言によって犯人グループは27日に逮捕されたわ。そういえばこの犯人たちは普段から強盗をしてたらしいし、もしかするとある程度目をつけられてたのかもしれないな。こうして逮捕された犯人グループだけど、彼らが行った犯行はあまりにも残虐非道であり社会的影響も大きかったこともあってか、未成年でありながら実名が報道されることになったわ。正直未成年だから実名を隠すのはどうなのかっていうのはあるが、確かに少年法があるのに実名が出たっていうのは珍しいな。これによって報道された彼らの氏名は小島茂雄、徳丸信久、越健一、近藤博之、龍造寺理恵、筒井義恵。彼らのうち一人は20歳を迎えてたけれど、他のメンバーは全員未成年だったわ。未成年の犯罪はいろいろあるだろうが、ここまで残虐なものはなかっただろうし、実名が報道されたっていうのは衝撃も大きかっただろうな。ええ、彼らの犯行の残虐さから実名報道されて当たり前だとする人もいれば、それに反対する人もいたわね。これに関しては個々人の意見があるし、キリがないからこれ以上は触れないでおくわ。まあ、残虐じゃなければ実名を隠してもいいのかっていう話にもなってしまうしな。それとこの事件は、漫画作品である善悪のクズや闇金牛島くんの元になったとも言われてるのよ。それだけでなく、山田孝之主演の映画凶悪も、この事件をモデルにして作られたらしいわ。犯人直撃、1988名古屋アベック殺人少年少女たちのそれから、っていう本も出版されてるみたいね。漫画は私も聞いたことがあるぜ。この事件が関わってるとは思わなかったが。ここからは犯人グループに下された判決について話していくわ。まず第一審で主犯格の小島に死刑、準主犯格の徳丸に無期懲役、越に懲役17年、近藤に懲役13年、龍造寺と筒井に懲役5から10年の不定期刑の有罪判決が下されたの。未成年で死刑って、あまり聞いたことがないな、かなり珍しいんじゃないか？それだけこの事件は悪質で残虐非道であり、少年犯罪の域を超えてたということかもしれないわね。特に主犯の小島は母親に、少年法があるから死刑はないし絶対大丈夫だって、と語ってたらしいからね。ただ、小島と徳丸は一審の判決を不服として即日控訴を行ったのよ。他のメンバーはただの懲役刑だが、その二人は死刑と無期懲役だもんな。どうやったって刑務所からは出られないし、擁護はできないけど控訴する心理はわかるぜ。これによって控訴審が開かれることになったんだけど、この時に安田義弘氏が弁護人として小島の弁護についたのよ。その安田さんってのは、どんな人なんだ？安田義弘氏は死刑廃止主義者として有名な弁護士で、それまでも凶悪事件や死刑宣告された事件の弁護を多く担当してきた人なの。実際にいくつもの死刑判決を回避させてきた凄腕よ。じゃあまさか、死刑判決は覆ってしまったのか？ええ、安田義弘氏の弁護によって少年法が裁判で持ち出され、
これによって小島は死刑宣告を免れることになったわ。とはいえ、それでもやったことがやったことだから、無期懲役という判決にはなったけどね。安田さんは弁護士だからそれが仕事なんだろうけど、それでも殺されてしまった二人のことを思うと、なんとももやもやする形になってしまったな。それじゃあここからは、加害者被害者双方の関係者たちのその後について話していくわね。まず主犯格の小島と準主犯格の徳丸は、無期懲役で今でも岡山刑務所の中にいるわ。徳丸は不明だけど、小島は被害者遺族に謝罪と反省の手紙を作業賞与金を添えて定期的に送ってるそうよ。一応、やるべきことはやっている感じだな。反省してるのかな？形だけなら何とでもできるから、こればっかりはわからないわね。ただ真面目にしてるということもあってか、模範囚になってるそうよ。しかもこれは結構珍しいんだけど、殺害された男性の遺族である父親と文通を行ってたみたいなのよ。確かに珍しいかもしれないな。お父さんからすれば息子を殺した犯人なわけだし、顔どころか文字も見たくないって思われてもおかしくないだろうし。無期懲役になった二人以外のメンバーはもう刑期を終えて出所してるんだけど、そのうちの一人である腰は、出所後すぐに消息不明になってるわ。消息不明？なぜそんなことになったんだ？彼らには遺族に賠償金を払うように命令が出てるんだけど、腰はそれを払いたくなかったんでしょうね。実際腰は、本来支払わなければならない賠償金を払ってないみたいだし、反省なんかしてないって感じだな。腰だけでなく、近藤の方も同じように遺族への賠償金を払わずに逃げ続けてるそうよ。特に近藤は本当に一切払ってないらしく、今ではどこかで住所を隠したまま結婚までして、普通に生活してるみたいね。でも当時、彼らは未成年だったんだよな。一人だけ二十歳の犯人もいたが、彼らの家族から支払われたりはなかったのか？それが、腰と近藤の両親は二人の後半にも一切顔を出さなかったらしいのよ。単に絶縁をしたのか、それとも彼らと同じように賠償金を払いたくないから無関係を決め込んだのか。その理由はわからないけどね。まあ事件を起こした本人ではないから、そこは何とも言えないな。そういえば他の二人はどうなったんだ？龍造寺と筒井もまた消息不明になっているわ。一応その後の消息らしき情報はあったんだけど、情報源が不明だから今回は触れないでおくわね。ただ共通してるのは、どちらも賠償金を全額支払ってないっていう点よ。結局のところ、ちゃんと賠償金を払い続けてるのが確認されてるのは、主犯格の小島だけってことになるわね。結局他のメンバーは、懲役刑を受けても何も変わらなかったわけだな。ただ、昔放送されてた暴露ナイトっていう番組で、ジャーナリストの中尾浩二氏が犯人の一人に取材してるわ。この人物は名前を伏せられてたんだけど、性別は男とだけ明かされてたのよ。お、居場所を突き止めることができたんだな。そこでの取材によると、犯人本人はまるで正気が感じられなかったとされてて、反省はしているのか？更生したのか？と聞かれても、覚えてないんですという回答が返ってきたらしいわ。ここに来て、まだしらばっくれてるのか。実際のところどうなのかは不明なんだけど、中尾氏によるとこれは犯罪心理の一つである血の酩酊が原因かもしれないみたい。これはドイツの精神医学会が名付けた現象で、誰かを傷つけて本物の血を見てしまうとリミッターが外れて興奮に酔い、さらなる興奮を求めて連続殺人などを行ってしまう現象だそうよ。つまりその犯人は、犯行時に血を見たことでその状態になってて、一種の興奮状態だったからはっきりと覚えてないってことか？もちろん適当にしらばっくれてるのかもしれないけど、そういった現象はあるみたいだから可能性としてはあり得ると思うわよ。形はどうあれ、とことん他人事なのが嫌な感じだな。ここからは、被害者遺族にも少し触れていくわね。まず被害者男性の父親は家庭が崩壊し、事件によって追い詰められた末、1993年に急死してしまったそうよ。小島と文通をしてたお父さんだよな。息子さんを亡くしたわけだし、精神的に弱ってしまったんだな。次に被害者女性の家族だけど、父親は他の子供たち一家と暮らしてるらしいわ。ただ、母親は事件から9年後の1997年11月に、59歳の若さで亡くなられたそうよ。どちらも大切なお子さんを亡くしたんだもんな。しかも殺害された二人は、互いの両親公認の中で、将来は二人で店を持とうと誓い合ってたみたいだからね。働いて店を開くための資金まで貯めてたらしいわよ。それを聞くと、ますますご家族が苦しんだのがわかるぜ。お互いの家族のことも知ってたんだもんな。事件に関する内容は以上だけど、最後に現場となった大高緑地公園の現在についても触れておこうと思うわ。それは気になるな。今はどうなってるんだろう。大高緑地公園自体は今でも残ってるんだけど、近くにイオンショッピングモールが建って、バイパスが開通したことによって近隣は賑わって、大高緑地公園の利用者数も増えたみたい。かなり活気づいてるんだな。人が増えるってのはいいことだぜ。ええ、
ただ、地元の若者の大半はこの事件を知らないみたいで、親から聞かされて知った人がわずかにいる程度らしいわ。事件そのものが忘れられそうになってるみたいね。世代が変われば、そういう事件のことを知らないっていう人も出てくるよな。絶対に忘れちゃいけない事件だけどな。その通りね。それもあってか、事件後に大高緑地公園に建てられたアベック注意と書かれた看板は、看板が錆びついた今もそこにずっと残されてるそうよ。せめてその看板が残ってるのが救いかもしれないな。事件を知らない人でも、その看板を疑問に思った人が調べて知ったりするかもしれないし。四つ目、廿日市女子高生殺人事件。まず事件の概要から話していくわ。この事件が起こったのは2004年10月5日午後3時で、当時高校2年生だった S さんが自宅離れで仮眠していた時に襲われて殺害されたというものよ。離れがあるっていうことはそこそこ大きい家だったのか。しかも、室内で襲われたってことだから外部から誰かが侵入してきたということだよな。犯人については後で説明するけど、その考え方は合ってるわね。ただ詳しい侵入経路や方法については明らかになっていないのよ。犯行の模倣を防ぐためかもしれないんだけどね。確かに真似されたらまずいよな。この事件が発覚したのは、被害者である S さんの悲鳴を聞いた祖母と次女が駆けつけたからで、この時、階段を駆け下りる音も聞いていたみたいよ。犯人に襲われて急いで逃げようとしていたんだな。しかし S さんは犯人に玄関先で刺されてしまうわ。司法解剖によれば胴体を複数回刃物で刺された上に、首を切り裂かれていたの。かなり残忍な犯行だな。祖母と妹さんはその後どうしたんだ？それがまだその時犯人が1階にいたみたいで、犯人は祖母にも襲いかかり、腹部や背中を10箇所近く刺されてしまったわ。ただ、次女の方はなんとか逃げることができたらしく、裸足のまま30メートル離れた近所の園芸店まで助けを求めに行っているわ。その後はどうなったんだ？二人ともすぐに救急搬送され、祖母はなんとか助かったんだけど、残念ながら S さんは出血多量で亡くなってしまったわ。かなり刃物で刺されてたみたいだし、傷が深いところまで達してたのかもしれないな。一番最初に油断してるところを襲われたわけだから、傷が深くなったのかもしれないわね。もちろん警察は捜査してくれたんだよな。ええ。ただ目撃証言が祖母と次女の二人しかない上に、S さんに恨みを抱いているであろう人物が特にいなかったことから、捜査は難航してしまったの。犯人は、妹さんが助けを求めに行ってる間に逃げたみたいだが、何か情報とかはないのか？あくまで二人からの目撃証言を元にした情報なんだけど、年齢は二十歳くらい、身長は165センチくらい。がっちりとした体格、目が細くて頬にニキビのような跡。髪を立たせており、若干茶髪、ダンロップ製の運動靴を履いていたらしいわ。靴はいくらでも履き替えられるし。それ以外の特徴も普通に該当する人がいそうだけどな。そうなのよね。正直こういった特徴を持ってそうな人間って割といると思うのよね。だからなのかもしれないけど、捜査は難航してしまい、犯人は見つからずじまいだったの。とはいえそのまま逃がすわけにはいかないよな。二人も傷つけられて、しかも一人は亡くなってるんだから。もちろん S さんの父親も同じ気持ちだったわ。事件が風化しないようにブログで何度も呼びかけていたのよ。そして2008年3月には、犯人逮捕につながる有力情報の提供者に対して、最高300万円の懸賞金を支払う捜査特別報奨金制度対象事件にもなったの。奨励金が出るほどの事件になったってことは、警察としてもそれだけ重大な事件って認識してたんだな。ええ、そのおかげか、テレビなどの報道機関でも未解決事件として取り上げるようになっていったわ。たまにテレビとかでやってるよな。実際にあれで有力な情報が出て犯人逮捕につながったりもするみたいだし、いい流れになってきたな。しかも2010年には、殺人事件における公訴時効が廃止されたわ。これまでは15年が経過すれば時効になっていた殺人事件だったんだけど、それ以降は時効なしになったの。なるべく早く逮捕するのがベストではあるけど、どれだけ時間をかけてでも捜査できるようになったのはいいことだな。とはいえ、すぐに捜査が進展するってことはなかったの。それからも犯人が特定できず、事件は迷宮入りしそうになっていたわ。そういう言い方をするってことは、何か進展があったんだな。進展があったのは、2018年4月13日のことだったわ。別の暴行事件において任意捜査対象だった山口県宇部市の35歳の会社員の男、鹿島学がこの事件の犯人だったと判明したの。突然の展開だな。どうしてわかったんだ？今言ったように鹿島は、この時捜査対象になってたの。だから当然、DNA や指紋の採取が行われたわ。その採取の結果、事件現場から発見された DNA や指紋と一致したのよ。そういった証拠が残っていたんだな。
捜査が難航してるって言ってたから、そういうのも徹底的に隠されてたのかと思ったぜ。おそらく当時の状況的に証拠隠滅はできなかったみたいね。すぐに祖母や次女が駆けつけたし、目の前で次女に逃げられたから。指紋の拭き取りもできなかっただろうからね。でも、ひとまず犯人が捕まってほっとしたぜ。犯人はどういった人間だったんだ？鹿島は、宇部市内にある土木建築会社に13年前から勤務してたみたいよ。社長によると、無断欠勤などなく、仕事態度は真面目であったらしく、口数は少なくておとなしい性格だったと評価されてるわ。少なくとも職場では、真面目でおとなしい人間として通ってたんだな。知り合いとか家族はなんて言ってたのか？父親によると、気は弱いし、引っ込み思案の性格らしいわね。それを聞いた感じだと事件を起こすとは思えない性格だけど、でもそもそも別件で逮捕されていたんだな。ええ、2018年4月上旬にイラついたって理由で、後ろを向いてた部下の左足上部大腿部を走り寄って蹴り上げたの。この行動が原因で警察に通報されたわ。カッとなるとすぐに手や足が出てしまうタイプだったのか。それで逮捕された鹿島から採取された DNA や指紋が、この事件のものと一致したわけね。なるほどな。ということは、鹿島は S さんに何か強い怒りを覚えて犯行を行ったのか？いいえ。鹿島の供述によると、以前勤めていた会社を解雇され、自暴自棄になった。通りすがりに犯行に及んだらしいわ。つまり通り魔的な犯行であり、S さんは完全に八つ当たりで殺されたことになるわね。あまりにも身勝手すぎないか？どうして何の関係もない S さんがそんな目に遭わなきゃいけないんだ。その通りね。だから当然、そういった部分も裁判をする上で重視されたわ。話を聞いた感じだと情状酌量の余地がない犯行だと思うんだが、裁判だとどう判断されたんだ？まず初公判が開かれたのは、2020年3月3日だったわ。すでに例のウイルスが問題になってた時期で、鹿島も法廷にはマスクをつけて現れたみたいね。捕まったのが2018年だったこともあって、裁判もかなり最近だな。鹿島は法廷内での証言や情報などに一切間違いはないと全て認めたみたいよ。ちょっと意外だな。もっとごねるかと思ってたぜ。もう諦めてたのかもしれないわね。広島地検は犯行について、凶器となった折りたたみナイフ自体の殺傷能力は高くないが、被害者の負った傷に照らせば、ためらうことなく多数回、非常に強い力で突き刺した。また致命傷ではないが、S さんの首を切り裂くなど残忍で相当に悪質な対応。自宅でくつろいでいたところを突然襲われた苦痛や恐怖は想像を絶する。何の落ち度もない被害者を殺害した、と指摘しているわ。実際その通りだよな。何の関係もない S さんを身勝手な理由で殺したんだし。さらに重傷を負わせた祖母に関しても、殺人未遂にとどまったのは、搬送された病院に心臓血管外科医がおり、直ちに手術ができたからであり、偶然の事情によるところが大きい、としているわ。それこそ祖母も殺されてたかもしれないよな。一応殺人未遂にはなるんだろうけど、明確な殺意を持って行動してたのは間違いないと思うんだぜ。そして広島地検によると、鹿島は別に解雇されたってわけじゃないみたいなのよね。でもさっき本人がそう言ってたんじゃなかったか？犯罪者の言葉を鵜呑みにしない方がいいわ。どうやら調べによると、鹿島は事件当日、寝坊をしてたみたいだからね。それで自暴自棄になって会社の寮を飛び出し、やりたいことをしようと思い立ったらしいわ。ちょっと待ってくれる？なんで寝坊をしただけで自暴自棄になるんだ？確かに慌てるのはわかるけど、そこまでなるのか不思議なんだぜ。広島地検によると、被告人は情緒面の発達が乏しく、物事を段階的に捉えがちで、その段数が少ない。寝坊したことで直ちに会社を辞め、被告人にとっては明日世界が滅びると知ったとも言える状況と捉え、自暴自棄になったらしいわ。精神的に不安定になりやすい人間だったのか。それでやりたいことっていうのが殺人だったから犯行に及んだってわけなんだな。いやそうじゃないのよね。鹿島の目的は性行為を行うことだったの。今まで異性と関係を持ったことがなかった鹿島は、ナンパをしようにも性格的に難しいと考え、強姦をしようと思い至ったらしいわ。それで S さんが標的にされたっていうことか？ええ、家に帰宅してきた S さんの姿を偶然目撃してターゲットにしたようね。用語のしようがないんだぜ。S さんをターゲットにした鹿島は、鍵が開いていた離れへと侵入し、2階へ上がると、ベッドの上で音楽を聴きながら寝そべっていた S さんへナイフを向けて脅したの。しかし S さんはベッドに腰掛けた後、隙を見て部屋の外へと逃げ出したわ。それを鹿島が追いかけていって玄関先で事件が起きたんだな。そういうことよ。S さんは階段を降りてる最中に足がもつれて転げ落ちてしまい、そこで鹿島に追いつかれてたみたいよ。それで2階に連れ戻されそうになったから、抵抗していたところを刺されたようね。そういえばその後で鹿島は逃げたんだよな。どうやって逃げてたんだ？鹿島の供述によるとバイクを使ったらしいわ。事件現場に来る時に乗ってたのもそのバイクだったわ。
バイクなら確かに逃げるのに適してるかもしれないな。そのまま県外に出られたら捜査もしにくくなるし。とはいえ、生まれ持った人間性は変えられなかったみたいね。結局別件の事件を起こし、それが原因で捕まったわけだから。そうだな。遅かれ早かれ捕まっていたかもしれないな。鹿島は、弁護側被告人質問の最後に、自分には死刑がふさわしいと思っていると語ったらしいけど、当然死刑にはならなかったわ。自分勝手な犯行だし、遺族からすれば死刑にしてほしいだろうけど、確かにこれで死刑にするには色々と足りないよな。そうなの。死刑にするかどうかの基準には犯罪の性質、犯行の動機、犯行対応、殺害方法の必要性、残虐性、結果の重大性、特に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状などがあるの。今回の事件はかなり身勝手なものだけど、この件を死刑にするのは少し難しいのよ。結果としてどんな判決が下されたんだ？鹿島に下されたのは無期懲役よ。死刑になってそれで終わらせるよりは、ずっと自分の罪で苦しませる方が効果的だろうからね。犯行に使ったナイフを処分せずに、宇部市の自宅自室の引き出しの中にずっと隠してたくらいだし。でも遺族の方の気持ちや S さんのことを考えると、なんだか納得できない気持ちもあるんだぜ。5つ目、立川市ホテル殺傷事件。事件が明るみに出たのは、2021年6月1日の午後3時45分頃に、JR の立川駅からほど近い繁華街近くのホテルから、刺された。助けて、死にたくないという119番通報が救急に入ったことがきっかけだったわ。刺された？午後3時45分って、チェックインしてすぐということか？ああ。ま、普通のホテルならそういうことになるんだろうけど、このホテルはそうではないのよ。あ、なるほどな。外観はともかく、内装や設備はザ昭和のホテルという感じらしいけど、周辺の相場に比べてもリーズナブルだということで、風俗目的で利用する人も少なくないらしいわ。何はともあれ、通報を受けて警察と救急が現場のホテルに駆けつけたんだけど、そのホテルの5階の廊下では通報した男性が、そしてすぐそばの客室内では血まみれの姿の女性が発見、緊急搬送されたのよ。通報した男性は刺されたのが腹部1箇所だったそうだけど、内臓に至るほどの深い傷で重傷、女性の方は腹部や胸を中心に全身70箇所も刺されていて、搬送先で死亡が確認されたわ。全身70箇所って、凄まじい状況だな。しかも警察や救急が駆けつけた時、男性が倒れていた廊下の壁には、血のついたままの刃渡り20センチの包丁が刺さっていたらしいわ。ゾッとするぜ。この日の立川周辺は梅雨の晴れ間で、警察や救急が駆けつけた頃の気温は、約25度ほどだったらしいけど、確かに背筋がゾッとするわね。被害者の身元や逃げた犯人の行方はどうなったんだ？当初は被害者の男性からの事情聴取もできなくて、警察は、防犯カメラ映像を元に逃げた男の行方を追ったのよ。警視庁は男の行方を懸命に捜索したわ。その結果、事件の翌日の6月2日早朝、現場から約13キロ離れた、あきる野市と羽村市の、市境付近で被疑者の男 K を発見し、緊急逮捕となったのよ。その時点では、男の名前や身元って分かってなかったんじゃないのか？この時、警視庁は2009年に設置された、捜査支援分析センターで周辺の、防犯カメラ映像を解析して、リレー方式で犯人の行方を追ったわ。その結果、犯人の男がホテルから逃走した後、まずは JR 立川駅から、電車に乗ると JR 拝島駅で下車していたのよ。その後、駅近くで、止めてあった原付バイクに乗り、さらに逃走を図ったのよ。警視庁は羽村市内で男を発見し、追跡。あきる野市内に入ったところで男を、呼び止めて職務質問をしたところツーリングの途中だと言い訳をしたそうだけど、特段暴れる様子もなく、普通に任意同行に応じたわ。それで逮捕された被疑者の男 K と、被害者たちは一体どういう関係だったんだ？殺された女性は当時31歳の M さんで、同じく刺されて倒れていた男性は、当時25歳。二人は派遣型の風俗営業店の同僚だったのよ。ということは、二人は仕事であのホテルにいたということか？ええ。当日は午後3時半頃に、まず被疑者が現場のホテルにチェックインし、その後間もなくして M さんが来たことが明らかになったわ。被疑者は女性をネットの宣伝写真を見て指名したらしいんだけど、そもそも M さんの所属していた店にとっては初見の客だったそうなのよ。ということは当然、事件当日に被疑者と M さんは初めて会ったということか？ええ。M さんがホテルに来たのが被疑者のチェックイン直後だとしても、刺された男性の通報が3時45分だから、実質10分あったかなかったかくらいでしょうね。
発見された時、M さんは衣服のほとんどを身につけていない状態だったんだけど、そのわずかな時間にもかかわらず、M さんと、被疑者との間には何らかのトラブルが起きていたみたいなのよ。え、どういうことだ？刺された男性従業員は、M さんの勤めていた店に、直前までいたんだけど、M さんからホテルに入ってすぐに、盗撮です。すぐに来てくださいという電話が入り、駆けつけているのよ。盗撮？見バレしたくない M さんが写真を撮られるのを嫌がったということか？この盗撮という言葉については、当初 M さんの店で使っていた、隠語ではないのか？と見られていたのよね。隠語？ええ。M さんのような職業についている人は、どうしても身の危険にさらされやすいのよ。しかもこの人、なんとなく変だなと気づいても、その時には相手と二人きりの空間に身を置いていることも多いでしょう？だからこそ、やばい、と思ったら、できる限り相手を刺激しないように、隠語を使って店に SOS を出す、って決められていたんじゃないか？ってね。なるほどな。電話が入ったふりをして何か緊急の連絡みたいなので、ちょっとだけすみませんとか言ってスマホを手に相手と距離を取るとかな。でも、連絡を受けた男性スタッフが駆けつける前に、すでに M さんは被疑者に刺されていたんだから、恐ろしいわよね。ところで、任意同行された被疑者の男はその後、警察で何と供述したんだ？インターネットで人を殺す動画や、グロな動画を見て刺激を受けた。女性と無理心中する様子を撮影しようと思ったと供述したわ。ということは、本当に撮影する素振りを見せたから、M さんは盗撮、と店に訴えたのか？そうかもしれないわね。そもそも、無理心中、というキーワードが出てくること自体が異常だわ。警察の調べで明らかになったこの被疑者 K は当時19歳だったわ。警察に任意同行を求められた場所から近い、あきる野市在住の男だったのよ。19歳？それじゃ被害者の M さんとは一回りも年の差があるじゃないか。この K は、地元の小学校中学校を卒業。部活はサッカー部でごく普通の学生だったそうよ。当時を知る後輩は、サッカー部に入部直後、なかなかランニング中の声が出せない時に一緒だから恥ずかしくないよ。と声をかけてくれた優しい先輩と振り返っているわ。中学を卒業後は都立高校に進学したんだけど、中退しているわ。その後は通信制高校に編入する傍ら、自衛隊入隊を目指していたらしいわ。自衛隊入隊を？でも、試験には通らず、ダメだったみたいね。一方、通信制高校で時間に余裕があった K は、コンビニや飲食店などいくつかのアルバイトをしていたようなんだけど、どこも長続きはしなかったらしいわ。インタビューに応じたアルバイト先の関係者たちによれば、気分にムラがあって、多席的な言動が目立ち、他のスタッフとの人間関係がうまくいかなかったりと、勤務態度に問題が多かったみたいだわ。卒業後はどうしたんだ？一旦は父親の勧めもあり、老人介護施設に就職したようだけど、2ヶ月足らずで辞めているわね。ただ、この施設を辞める際には何かあったらしく、上司たちは病院での受診を勧めたという話があるのよ。それは気になるな。普通、そこまで踏み込んだことはなかなか言わないものだぜ。介護施設を退職した後も、仕事を転々としていたんだけど、事件直前には母親に仕事が決まったと告げていたそうよ。しかし、もともとスマホゲームにハマっていた K が、仕事が決まったと告げた後もダラダラとゲームするなど生活態度を改める様子がなく、母親はハラハラしていたらしいわ。それでも事件当日の6月1日には、仕事に行くと言って朝8時過ぎには、出かけて行ったそうよ。しかし夜になっても K が帰宅しないため、母親は心配して電話や LINE をしたが繋がらず、既読にもならなかったわ。その頃にはすでに M さんを殺害し、逃走中だったから、電話にも出なかったのか？その後父親が電話した時には、一旦は出たものの、一言も喋らず切ったそうよ。さらに事件の後、自宅には K が採用されたと言っていた工場から不採用通知が届いていたわ。一体 K は何を考えていたんだ？K が任意同行を受けた直後に話を戻すわ。K は現場ホテルから走って逃走した後、JR に乗って拝島駅まで行ったところまでは、前に説明した通りなんだけど、K はその後、羽村市内の公園のベンチで一晩を過ごしたのよ。そして、犯行翌日の6月2日の朝になると近くのコンビニへ行き、T シャツを購入したわ。返り血のついたシャツはそのコンビニのゴミ箱に捨てて着替えたそうよ。証拠隠滅を図ったということか？どうでしょうね。ただ、その時点で K は21万円を所持していたらしいから、K は逃走を続ける気だったんでしょうね。その後は、バイクで？ええ。でも警察はその頃には羽村市内をバイクで走行していた K を発見していて、すぐに尾行を開始したわ。公園近くの土手で K がバイクを降りたタイミングで何をしているんですかと、話しかけたところツーリング中だと答えたので、任意同行を求めたそうよ。
その時、Kは刺して抵抗もしなかったんだよな。そうなのよ。その時Kの両手には刃物を振り回した際に負ったとみられる。切り傷が多数あって、右手の傷はトイレットペーパーをぐるぐる巻きにし、左手の傷にはガーゼがついたタイプの絆創膏が貼られていたわ。それで警察での取り調べではどんなことを供述し、何が判明したんだ？まず、Kが所持していた携帯型プレイヤーには、被害者のMさんとKが、客室で話す様子を記録した動画データが保存されていたんだけど、その中でMさんは、その動画が撮影されていることに気づき、ダメですといった趣旨の発言をしており、それに対してKは、わかりましたなどと答えていたわ。それじゃ盗撮は本当だったということだな。その可能性が大ね。それでおそらくMさんが店に盗撮ですと連絡を入れた直後に、KはMさんに襲いかかったんでしょうね。M さんは全身70箇所を刺されていたんだけど、致命傷となった胸の傷は、深さ約18センチに達し、心臓を貫通するほどだったのよ。よくもそんな残忍なことを。M さんを殺害したことに関して聞かれた K は、ネットで人を殺す動画を見て刺激を受けた。女性と無理心中をして、その様子を動画で、撮影しようと思ったが、断られて喧嘩になったと供述したのよ。そんなの当たり前だろ、どこの世界に、あって5分や10分の男に。無理心中しましょって言われてそうしましょって答える人がいるんだ。それに、現金21万も用意してたわけだし、凶器となった包丁も、犯行の約1年も前にネットで購入していたらしいのよ。1年も前に？逃走に使ったバイクも同様に事前に準備していたらしいし、果たして無理心中という言葉のどこまでが真実なのか、わからないわ。確かに警察に任意同行を求められた場所の近くの木には、ロープがかけられていたそうで、自殺をしようとしていたのではと見る向きもあるそうだけど、一方で供述の中で風俗は社会悪だ、風俗の女性は少子高齢化を助長している、というようなことも述べていて、風俗に関わる人に対する強い拒否感、排除しようという気持ちが伺えるのよ。Kの思想心情がなんであれ、それが見ず知らずのMさんの命を奪い、男性を半死半生の目に合わせていいということにはならないぜ。全く同感よ。任意同行の後、逮捕された K はどうなったんだ？途中からは黙秘に転じたそうだけど、責任能力の有無を調べるために、10月上旬まで鑑定留置を受けて、その後、東京地検立川支部は、2021年10月15日、K を殺人と殺人未遂、銃刀法違反の非行行為で、東京家裁立川支部に送致したことを発表したわ。犯行の時26歳以上であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、原則として検察官に送致しなければならないから、K もこの少年法の規定に基づき、原則としては逆送されることになるわ。だって、逆送は家庭裁判所が、死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件につき、刑事処分が相当と認めるときに行われるわけだし、今回のケースはまさにそうじゃないのか？ええ。実際、東京家裁立川支部は11月11日、殺人容疑などで、家裁送致された K の少年審判を開いて、検察官送致逆送とする決定をしたわ。ということは、東京地検立川支部が今後、起訴するわけだな。そうよ。東京家裁立川支部の裁判長は逆送を決定した理由の中で、計画性と強固な殺意に基づく、極めて執拗かつ残忍な犯行だと断罪、刑事処分が相当としたのよ。今後事件の全容解明のために、審理が尽くされることを期待したいわ。そういえば K は犯行時19歳だったんだよな。ええ、そうだけど？それで犯行月日は2021年6月1日だよな。ということは、2022年4月1日スタートの改正少年法の適用は受けないということか？どうでしょうね、今後のことはわからないとしか言えないわ。今後？ええ、2021年10月12日未明に発生した、いわゆる、甲府放火殺人事件を覚えているかしら？住宅が放火されて全焼し、焼け跡からその家の、夫婦の刺殺体が見つかった事件だったよな。犯人はその後近くの駐在所に実施した当時19歳の定時高校生の男で、確か犯行動機は同じ高校に通う一家の長女に好意を持っていたが、交際を申し込んだが断られた。LINE もブロックされた。自分の思い通りにならないから家に侵入しようと思った。発見されたら一家全員を殺害するつもりだったと供述していたよな。その通りよ。事件当時長女と妹は、2階のベランダからなんとか脱出したものの、妹は犯人の男によって鈍器で頭を殴られ、怪我を負っていたのよ。しかも殺害された両親の傷は深く、臓器にまで達しているものもあったのよね。さらに襲撃計画は周到に用意されたもので、逃走経路の下見までしていたという話もあるわね。刃物と油持って他人の家に侵入した時点で、計画性があるって考えるのが普通じゃないか。
逮捕当初はこの犯人については実名はもちろん、写真も公表はされなかったんだけど、そんな中で唯一週刊新潮は、2021年10月28日号で、犯人の実名と写真を掲載していたのよ。もちろん日弁連などは猛抗議していたみたいだけど、週刊新潮側は当時、記事内で、2021年5月に成立し、2022年4月1日から施行される改正少年法では、18歳、19歳を特定少年と規定し、起訴された場合は実名報道も可能となる。甲府放火殺人事件の犯人がその第1号となった場合、犯行時には、名前が伏せられたにもかかわらず、起訴時に大手新聞などで実名が、報じられる可能性があるのだと言及しているのよ。確かに、2022年4月8日に甲府地検が犯人を起訴して実名を公表すると、それを受けて翌9日付の新聞各紙は、東京新聞や新聞赤旗を除いて、一斉に報道に踏み切ったよな。テレビのニュースなどでも報じられたケースがあったわね。ということは、今回の立川ホテル男女殺傷事件の犯人の刑も、今後実名が公表されるかもしれないということか？その可能性は大いにあると言えるんじゃないかしら。でも、この事件ってもう一つ、いわゆるフェミサイド、つまり女性や少女を、ターゲットとした憎悪殺人ではないかという人がいるんだよな。ええ、結果として男性従業員にも重傷を負わせているけど、それは逃走するために刺したので、ターゲットにしていたわけではない、という話ね。実際、日本国内における殺人事件に巻き込まれる確率は、先進国の中でも極めて低いわ。にもかかわらず2014年の国連の調べでは、殺人事件の被害者総数における女性の割合が 52.9% なのよ。これは香港と並んで世界トップの数字ね。ちなみに韓国は 52.5% で、世界のトップ3がアジアに集中しているわ。嘘だろ？世界平均ってどれくらいなんだ？同じアジアでもフィリピンは 12%、それに対しイギリスは 29.7%、アメリカで 22.2%、世界平均は 21.3% ね。日本ではおよそ3日に1人の確率で女性がパートナー、もしくは、元パートナーの手にかかって命を落としているという数字まであるのよ。立川ホテル男女殺傷事件と同じくフェミサイドと呼ばれる事件に、2021年8月6日に発生した小田急線刺傷事件を挙げる人もいるわ。それ以外でも通り魔事件などの時の被害者には、力の弱い女性がなりやすいわ。いずれにせよ、理不尽な死を遂げることになる被害者の無念は計り知れないわね。その通りだな。6つ目、浜松4人殺傷事件。じゃあまずは、事件の概要から話していくわね。この事件は、浜松4人殺傷事件と呼ばれているわ。その事件名、聞き覚えがあるような。2016年の事件だから、ニュースとかで聞いたことあるって人も多いんじゃないかしら？ 2016 年か。この事件は、2016年の4月22日未明に発生したわ。それで、この事件っていうのはどういった事件なんだ？犯人の名前は池谷義孝。この動画内では池谷って呼ぶわね。OK だぜ。で、その池谷は何をしたんだ？池谷は自分の家族を殺してしまったの。それも身勝手な理由でね。なんでそんなことをしたんだ？それじゃあ、池谷がなぜそんな凶行に出たのかを説明するわね。よろしく頼むぜ。池谷は事件当時、31歳だったわ。ってことは今は37歳になってるんだな。池谷の家族構成は、両親、姉、祖母の5人家族。幼少期はおとなしい子って印象だったみたい。また、池谷は小学校の卒業文集に10年後の僕、ゲームを作る会社に所属。20年後の僕、作ったゲームが売れまくって大金持ち。30年後の僕、大金持ちでとても自由、老後も安心って、書いていたらしいからゲームが好きだったのかしらね。老後も安心か。池谷は小学校のうちから人生設計してたんだな。そんな池谷だけど、高校を卒業後、IT 関係の専門学校に、入学してからはまるで人が変わったように印象が違ったそうよ。池谷は小学校時代の同級生で同じ専門に通っていた男性と、その両親ともよく交流していたそうなんだけど、男性の両親曰く昔は物静かで可愛らしい印象だったけど、専門に入ってからは急に明るく元気な子になったそうよ。新しい環境に入ってキャラ変したのか？私にも経験あるぜ、中学入学と同時に。それまでのハツラツなスポーツ少女から無口なミステリアスな美少女に。その話もすごく興味があるけど、池谷の話を続けるわ。専門学校で IT 系の技術を学んだ池谷だったけど、卒業後はその道に進まず、自動車のパーツを作る工場に就職したわ。どうも IT 系の仕事は自分には向いていないって判断したみたいね。必ずしも好きなことを仕事にできるわけじゃないからな。そういう判断も堅実で良いと思うぜ。
就職後、池谷は自宅から20キロ離れた静岡県磐田市の工場に通っていたわ。毎日20キロも？私だったら途中で逃げ出す距離だな。とまあ、こんな池谷だったけど、事件のきっかけになったとも言うべきトラブルを起こしているわ。トラブルねえ。だって池谷は真面目に働いていたんだろ？一体、どんなトラブルが起きたんだ？それは事件発生よりも前の2015年3月のこと。同僚が正しい作業手順を守らずに作業をしていることを池谷は上司に報告したの。工場でマニュアルを守らないのは危ないからな。仕方のないことだぜ。大怪我する前に上司からちゃんと注意してもらわないと。って、まさかこれがきっかけか？注意を受けた同僚から、チクってんじゃねえよって焼き入れられたとか？事実がどうかは不明なんだけど、後の調べで、そういったトラブルがあったとは判明してないの。だけど少なくとも、池谷の中では違ったのね。どうもこのことをきっかけに、自分は同僚らから悪口を言われているという思い込みが生まれてしまったのよ。なるほどな。もしかして池谷は、上司にチクったことを後ろめたく思ってたのか？だとしてもその事実がないんだとしたら思い込みが強すぎるぜ。マリサの言う通りね。でも、池谷の中でそれは純然たる、事実だったの。もしもマリサがその立場だったらどうする？まあそんな感じの悪い職場にはいたくないし、私だったら泣いて暴れて速攻辞めるぜ。そうよね。まあ泣いて暴れるのはともかく、池谷も同僚とのトラブルを理由に上司へ退職を願い出たの。それも2016年の4月13日と15日の2回もね。でも退職は認められず、18日から休職するということになったわ。もしかしたら、それが逆に悪かったのかもしれないわね。休職が悪いということか？休職するってことは、自立して一人暮らしならともかく、実家暮らしの。池谷は職場でのことを身内に知られる可能性があるでしょ？そうか。確かにうちも昔、お父さんが毎日家にいるから、どうして仕事行かないの？って聞いたら、大人には色々あるんだって言われたことあるんだぜ。でも池谷は別にサボって休んでるわけじゃないだろ？理由を話せば、家族だって心配するかもしれないが、理解してくれたんじゃないのか？池谷にとっては家族に心配をかけることよりも、職場での一件を知られてしまうことが嫌だったのよ。後の裁判でもプライドの高さを指摘されているわ。このことから池谷は、会社でのことを家族に知られるくらいなら、いっそのこと、一緒に死んでもらおうと思うようになってしまったの。考えが極端すぎるぜ。なんでそういう方向に思考が行ってしまったんだ？人間、追い詰められると思考がとんでもない方向に行っちゃうことがあるからね。それはそうかもしれないが、その思い込みは危ない気がするぜ。そのことに関して本人も思うところがあったのか、休職の前に上司に、精神科に行くと言っていたらしいのだけど、結局は行かなかったようね。何はともあれ、その時に医者に見てもらっていたら、結果は、変わってたのかもしれないな。こんなこと言っても後の祭りだが、そうかもしれないわね。休職して妄想を肥大化させていった池谷は、20日にインターネットで刃渡り23センチのサバイバルナイフを購入。翌21日に自宅で父久勝さんと鉢合わせした際に、驚いた顔をされたことから、会社の上司が久勝さんに自分の悪口を伝えたと強く思い込んでしまったわ。妄想が爆発しちゃってるんだぜ。それって、まずいんじゃないのか？自分の悪口を父親に伝えられてしまったと思い込んだ池谷は、このまま家族に会社でのことを知られてしまうくらいなら、その前に家族全員を殺害しようと決意を固めてしまったわ。うわ、そんな決意固めなくていいんだぜ。犯行当日の22日0時25分頃、池谷は久勝さんへ電話をかけたわ。当時、久勝さんはスナックを経営しており、両親がまだ勤務中かどうかを確かめたの。電話での確認を終えた後、ついに池谷は凶行に及んだわ。池谷はまず、自宅で就寝中の祖母と姉をサバイバルナイフで刺して殺害したの。寝てる間に身内に殺されるなんて思ってもなかっただろうな。そんな惨劇が起きているとはもちろん知らない両親は、3時頃に帰宅してくると、待ち構えていた息子によって襲撃されてしまうの。池谷はまず就寝するために離れに一人でいた母親を殺害。刺し傷は複数箇所にも及び、1階の階段前の廊下に倒れていたというわ。お父さんの久勝さんはどうなったんだ？久勝さんも脇腹を刺されて重傷を負ってしまったけれど幸い命は助かってるわ。命が助かってよかったぜ。家族全員を襲った後、池谷は逃亡したわ。その際に池谷は、台所の包丁で自分の腹部を刺したり、逃亡中もタバコを食べたりして自殺を図ったりしたけれど、未遂に終わったの。タバコってそんなに危ないのか？知ってると思うけど、タバコにはニコチンという成分が、入ってるわね。そのニコチンは毒性がとても強いのよ。成人の致死量は40から60ミリグラム、幼児では10から20ミリグラムと言われているわ。
子供の誤飲事故も多いそうだから、喫煙者の人は子供の手の届かないところに管理して、しっかり気をつけてあげてね。よろしくだぜ。話を池屋に戻すけど、池屋が逃走した後に久勝さんは、警察へ長男に腹を刺されたと通報しているわ。通報を受けた静岡県警細江署が駆けつけたところ、家の中で女性3人が死亡しているのが発見されたわ。お母さんとお姉さんとおばあさんだな。家族を殺傷した後、車で逃走を図った池屋だったけど、途中で事故を起こして、車を捨てて徒歩で逃走を続けたの。それくらい焦っていたってことだな。この事故で犠牲者はいなかったのか？幸いなことに、池屋の単独事故だったから巻き込まれた人たちはいなかったようよ。なるほど。それは良かったんだぜ。久勝さんから長男が母と祖母、姉を刺して逃げたと話を聞き、150人もの人員を割き、行方を追っていた警察だったけど、浜松市北区の、コンビニで池屋に似た男の目撃情報があったの。その情報をもとに、静岡県警捜査員が周辺で池屋を発見し、職務質問すると人を殺したと認めたため、その場で身柄を確保。同日午前7時35分、父親の久勝さんを刺したとして、殺人未遂容疑で池屋は逮捕されたわ。被害が拡大する前に逮捕されて、近所に住んでる人たちも安心だったろうな。警察の取り調べで動機を聞かれた池屋はむしゃくしゃしてやった。精神的に追い詰められていたなどと供述したそうよ。確かに精神的に追い詰められていた面はあるのかもしれないが、だからって何の罪もない家族を巻き添えにして、自殺しようなんていけないことだぜ。巻き込まれる方はいい迷惑だよな。それはそうね、実際に池屋は裁判でも以下のことを言われているわ。裁判で池屋はどういう刑を下されたんだ？静岡地裁浜松支部で開かれた裁判員裁判では、山田直之裁判長が判決理由で、家族3人の命を奪い、父親にも重傷を負わせた犯行の結果は極めて重大。ナイフの刃が埋まるほど強い力で刺しており、強固な殺意に基づく犯行だと指摘する一方で、自身も被害者、そして遺族でもある父親の久勝さんは、厳罰を望んではいなかったのよ。え、それはまたどうして？実は久勝さんは池屋から仕事を辞めたいと相談された時に、自分で決めなさいと答えていたの。それだけ悩んでいるのなら、もっと真剣に話を、聞いてあげればよかったと後悔していたというから、息子がこんな事件を起こしてしまった責任は自分にもあると思っていたんじゃないかしら。なんだかやるせない話だな。静岡地裁浜松支部で開かれた裁判員裁判での判決は、求刑通り無期懲役が言い渡されたわ。弁護側は会社でトラブルを抱え、事件当時、心神耗弱状態に陥っていたと主張を続けていたけれど、山田裁判長は被告は妄想性障害を患っていたと認められるものの、犯行に直接の影響はなく、完全責任能力があったと判断したの。池屋はその判決をおとなしく受け入れたのか？この後、池屋は判決を不服として過控訴したのよ。ええ、判決は高裁にまでもつれ込むことになったわ。その結果、一審での無期懲役は破棄されて、池屋には懲役25年が言い渡されたの。無期懲役から懲役25年ってかなり減刑されてるんだぜ。一審では池屋に責任能力はあると判断されていたけれど、弁護側の請求に基づき、精神鑑定を実施していた高裁で、その判断は覆されることになったのよ。朝山義文裁判長は、妄想性障害が大きく影響し、心神耗弱の状態にあったと判断したのね。精神鑑定の結果に基づいているのなら妥当な判断なのか。さらに上告した池屋だったけど、さすがに最高裁は、訴えの棄却を決定したわ。本当なら無期のところを懲役25年にまで減刑されたんだし、刑に服して罪を償ってほしいぜ。最高裁は池屋の心神耗弱を認めて、二審での判決である懲役25年の判決が確定したわ。ということは、池屋は今も刑に服しているんだな。自分が手にかけてしまった身内や、残されてしまった父親の久勝さんについて、どう思っているんだろうな。とにかくきちんと反省してほしいぜ。そうね。私もそう願うわ。事件については以上よ。思い詰めすぎた人間は怖いと思ったぜ。久勝さんも言っていたが、何かに悩んで思い詰めすぎている人がいたら、間違った行動を起こす前に相談に乗ったり、いざとなったら、カウンセリングなど、しかるべき処置を進めてみる必要もあるな。それもそうね。けれどそういうのはとてもデリケートな問題でもあるから、場合によっては相手を傷つけてしまうこともあるかもしれないわ。カウンセリングや精神科に良いイメージを持っていない人が多いのも事実だしね。実際に池屋も精神科に通うと給食前に上司に言っていたけれど、行かなかったんだっけな。都会ならともかく、田舎だったりすると、まだそういうことに偏見があったりするから、気遅れしちまうのも無理はないが。実はこの事件、
詳しい事実については不明なのよね。池谷が勤めていた工場で、本当にトラブルがあったのかということについても、担当者の回答は、確認中でわからないというものだったわ。あまり憶測で決めつけてしまうというのも危険な気がするぜ。それはそうね。でも、池谷が身勝手な理由で家族を、手にかけてしまったことは紛れもない事実よ。七つ目、大阪府堺市親子事件。それで、白昼堂々と犯行が行われたって言ってたが、どんな事件だったんだ？この事件が起きたのは、2006年の1月10日、午後2時頃よ。午後2時って言ったら、本当に白昼堂々だな。どこで犯行が行われたんだ？犯行現場は、弁理士の沢清司さんの自宅よ。事件当時、清司さんは仕事に行っていて、家には妻の牧子さんと次女の安子さんがいたわ。安子さんは、勤め先からお昼ご飯を取りに帰宅していたという話もあるわね。夫が仕事中で、奥さんと娘さんが家にいたわけか。で、何が起きたんだ？事件の始まりは、家族が昼食をとってくつろいでる時に、突然鳴ったインターホンだったの。インターホンに牧子さんが対応しに行ったんだけど、ドアの向こうには、事件の犯人となる男がいたのよ。ゾッとするぜ。昼下がりだし、普通にインターホンを鳴らされたら警戒なんてしないよな。ドアを開けた途端、犯人の男は持っていた包丁で牧子さんを、切りつけたのよ。牧子さんの悲鳴は家中に響き、トイレに入っていた安子さんはその場に駆けつけたわ。どうなってしまったんだ。安子さんが駆けつけた先では、見知らぬ男が牧子さんに襲いかかってたのよ。男は駆けつけた安子さんも包丁で切りつけたわ。驚いた安子さんは、怪我を負った体でトイレに逃げ込んだのよ。いきなり知らない男に切りつけられたんだもんな。私でも無我夢中で逃げてしまうぜ。だが、牧子さんがとにかく心配だな。安子さんがトイレに逃げ込んで少しすると、外の物音がしなくなったわ。そして外に出ると、血だらけになって倒れている牧子さんだけが残されていたのよ。犯人は逃げた後だったのか。それで、牧子さんの容態は。安子さんはすぐに119番通報して、牧子さんは病院に運ばれたわ。牧子さんは首や顔などの約10箇所に深い傷を負ってしまっていたのよ。搬送された時には、牧子さんの意識はすでになく、そのまま出血多量で帰らぬ人となってしまったわ。突然の悲劇とはまさにこのことだぜ。牧子さんが亡くなり、安子さんも重傷を負ったこの事件の犯人を捕まえるために、警察はすぐに捜査に乗り出したわ。昼間の犯行だし、目撃情報も多そうだが、捜査がどうなったのか気になるぜ。この事件は真っ昼間に堂々と行われたこともあって、目撃情報は多かったわ。まず重要になるのは、事件そのものを目撃した安子さんだよな。犯人は顔を隠したりしてるだろうが、服装とか体格はわかるはずだぜ。実は、犯人の男は顔すら隠していなかったのよ。なんだって、なら、すぐに捕まりそうな気がするぜ。安子さんの証言では、犯人は20代から30代の若い男で、身長は170センチくらいだったみたいね。体型は痩せ型で、ギラついた目と色白のこけた方、そして濃いひげが特徴的だったそうよ。かなり人相が特定できそうな情報だな。服装は、ベージュ色のジャンパーと白っぽいズボンだったようね。安子さんの目撃証言は、かなり細かく犯人の特徴を捉えていたわ。惨劇の中でそこまで覚えているなんて、安子さんはすごいな。でも、気が動転していたのは間違いないわね。最初にインターホンが鳴って、牧子さんが対応したって話したけど、安子さんは後から、インターホンは鳴ってないかもしれないとも話しているの。記憶が混濁してしまうのも無理はないよな。だが、インターホンが鳴ってないとなると、牧子さんはどうして玄関に行ったんだろうな。沢さんの家は、昼間に鍵をかけていなかったそうなの。だから、犯人は、インターホンを鳴らさずに直接家に押し入った可能性もあるのよ。となると、鍵が開いているのを知っていた可能性があるってことになるな。さらにそうなると、犯人は明確に沢さんの家を狙っていたことにもなるわね。知れば知るほど、犯人が恐ろしく思えてくるぜ。それで、他に証拠になるものは残されていなかったのか？目撃情報もたくさんあるけど、現場には、さらにたくさんの物証が残されていたのよ。何が残っていたんだ？まず、現場の血痕ね。牧子さんは玄関先で切りつけられた後に和室の窓から庭に逃げて、玄関先に戻ったところで背中を切りつけられて血から尽きてしまったようね。必死に逃げたんだろうな。その間、犯人も土足で牧子さんを追いかけていたわ。傷は右側に集中していたから、犯人は左利きだと言われているわね。犯行が執拗すぎるな。恨みがあるんじゃないかと思わずにはいられないぜ。そして、犯行に使われたと思われる刃渡り17センチの包丁が庭に残されていたの。
安子さんの証言によると、犯人はその包丁を素手で握っていたようね。素手なら、指紋がたくさん残っていそうだな。ええ、包丁には粘着テープが何重にも巻かれていたわ。粘着テープ？そんなにボロボロな包丁だったのか？犯行に使うときに、誤って手を傷つけないようにするための細工だと言われているわ。そして、その粘着テープからは複数の指紋が検出されたのよ。指紋が残っていたのは大きいな。犯人逮捕に大きくつながりそうな証拠だぜ。ところで、他に残されていたものはなかったのか？犯人はスウェット風の長ズボンを履いていたんだけど、現場には他にも、コンバースのロゴの入った、灰色の短パンが残されていたのよ。ズボンを履いているのに、さらに短パンを残していったのか？血を浴びた後に履き替えるつもりだった。とかじゃないよな。この短パンは、包丁をくるんで持ち運ぶためのものだったと見られているわ。その証拠に、短パンには刃物でついたような傷がいくつもあったのよ。この短パンに付着していた DNA から、犯人の血液型は、AB 型の可能性が高いと報道されたこともあったわね。ふむふむ。凶器の包丁とそれをくるんでいた短パン、そして凶器についていた指紋。これだけ証拠が揃ってるんだから、犯人は捕まりそうなものだが。大阪府警は、怨恨による犯行の線で捜査を始めたわ。怨恨か。確かに、犯行の後にお金が奪われたとかではないし、犯人が牧子さんを、執拗に攻撃していたことも考えると、怨恨ってのはしっくりくる感じだな。それなら、遺留品の他にも、牧子さんが抱えていた、人間関係のトラブルとかも鍵になってくるかもしれないぜ。そう思うわよね。でも、予想外に捜査は難航することになったのよ。この状況で、なんで事件が難航するんだ？見当がつかないぜ。一つずつ説明していくわね。まず、怨恨が理由の犯行ではないかという話だけど、夫の清司さんの証言からも、牧子さんがつけていた日記からも、人間関係のトラブルらしい出来事がなかったのよ。牧子さんは、誰かに恨まれるような人じゃなかったわけだな。じゃあ、やっぱり遺留品から犯人を特定するのが近道な気がするぜ。ええ、まずは包丁をくるんでいた短パンだけど、これは事件から、約10年前に量販店などで販売されていた商品だったわ。10年前となると、犯人を特定するのに役立つのか微妙そうだな。その通りで、短パンの販売ルートが特定できず、犯人を探す手がかりにはならなかったのよ。それは残念だぜ。だが、まだ決定的な物証の包丁が残っているだろ？そっちはどうだったんだ？その包丁なんだけど、物自体は安物で、100円均一で売られているような、大量生産のステンレス包丁だったわ。ああ、100円均一でも包丁はたくさん売られているもんな。じゃあ、犯人は包丁を買って犯行に及んだわけか。いいえ、包丁には使い込まれた形跡があったのよ。だから、犯人が、自宅で使っていた包丁を持ち出して犯行に使った線が濃厚ね。それならなおさら、犯人特定につながりそうな気がするが、違ったのか？ええ、その包丁は100円均一で売られるだけあって、中国製の大量生産品だったのよ。だから販売期間も、犯人が入手した経路もたどれなかったの。凶器そのものが残っていても、経路がたどれないなんてことがあるんだな。じゃあ、絵の粘着テープから検出された指紋はどうなんだ？採取された指紋は、警察にある指紋データベースの照合にかけられたわ。データベースには、過去に指紋を取られた前科のある人なんかの指紋が残っているんだけど、同じ指紋の人物は見つからなかったのよ。これだけ物が揃っているのに、犯人が特定できないなんてことがあるんだな。次に警察は、安子さんの証言から犯人の似顔絵を作成し、残された包丁や、短パンの情報も公開して、広く情報提供を呼びかけたわ。昼間の犯行だし、それなりに目撃情報もありそうな気がするが、どうだったんだ？マリサの予想通り、目撃情報は多数寄せられたわ。事件直後に、安子さんの証言と一致する服装の男がバッグを持って、JR 阪和線津久野駅の方向に走っていて上着に血がついていたとか、事件前に現場の近くで似た服装の男が自転車に乗っていたとかね。どれも事件前後だし、服装が近いとなると犯人っぽいと考えてしまうな。特に上着に血がついていたってのは決定的だぜ。それから、事件が起きた地域では、刃物を持った男がたびたび目撃されていたの。事件前後じゃなく、普段から犯人らしき男がいたってことか？本人かどうかはわからないけどね。でも、事件が起きる前日に、現場近くの公園で小学生の男児が男に追いかけられていたわ。それ、犯人なんじゃないのか？それだけでなく、事件の1ヶ月前に現場近くの公園を歩いていた20代の女性が、身長170センチくらいのスウェット姿の男に抱きつかれたり、半年前に現場近くのアパートに住む女性が不審な男に追いかけられたり、
そういう怪しい情報がたくさんあったのよ。ここまでいろいろとあって、捕まらないのか？こういう情報はたくさん寄せられていて、怨恨ではなく、通り魔的な犯行ではないかと言われたわ。でも、犯人を特定する情報には至らなかったのよ。やっぱり、肝心の包丁や、短パンから犯人を特定できなかったのが痛かったみたいね。聞いていると、歯がゆい気持ちになってくるぜ。警察は犯行の状況や事件前後の不審者情報なども総合して、怨恨と通り魔の線で、捜査をしていたんだけど、とうとう犯人の特定には至らなかったの。犯行現場や犯人の特徴まで目撃情報があって、遺留品がたくさん残っていたのに、そんなことがあるんだな。怨恨の線もあるって話だが、マキコさんにはそういう人間関係のトラブルはあったのか？夫の清司さんの話によると、マキコさんは他人の恨みを買うような人物ではなかったそうね。世の中、いつ誰から恨まれるかわからないし、何とも言えないけれど、恐ろしい話だぜ。警察は2007年5月に、この事件を捜査特別報奨金制度に指定したわ。要は、人々から事件に関する情報を募って、犯人逮捕につながる情報を提供してくれた人に報奨金を支払う制度ね。警察の本気っぷりが伝わるぜ。でも、情報の応募期限の1年が過ぎても、犯人特定の手がかりはつかめなかったのよ。それ以降も捜査の進展もないまま、現在もこの事件は未解決事件となっているの。すっきりしないな。遺族の方たちは無念だろうし、現場の近くに、住んでいる人たちも不安なまま終わってしまうのか。未解決事件だけど、捜査が終わってしまったわけではないわ。今も警察や遺族は犯人を追っているのよ。旦那さんは仕事に行っている間に、妻を失ってしまったんだもんな。夫の清司さんは仕事人間だったみたいで、ずっと家庭を支えてくれたマキコさんにとても感謝しているのよ。そうだよな。家庭を支え続けるのも、仕事をするのと同じかそれ以上に大変だもんな。それに、マキコさんは娘さんたちに料理を教えていたみたいね。事件の後は、ご飯を娘さんたちが作ってくれているの。マキコさんのおかげで、事件後も、家族で助け合って暮らせていると、清司さんは話しているわ。それだけに、犯人が雲隠れしてしまっている現状が悔しいぜ。清司さんは、犯人には実施してもらって、なんでこんなことをしたのかを説明してほしいとも語っているわ。犯人が捕まって、事件の全貌が明らかになって、裁かれて、それでようやく遺族の踏ん切りがつくかどうかってところだもんな。清司さんの気持ちが胸に突き刺さるぜ。捜査特別報奨金制度の募集は2020年で、打ち切られてしまっているけど、警察も遺族も、まだ事件を追っているの。報道はすぐに終わるけど、事件と遺族の苦悩は犯人が捕まるまで終わらないのよ。今となっては有力な情報が出る可能性も低いかもしれないが、それでも大楽天劇で犯人が捕まることを祈っているぜ。私も遺族の人たちが新しい人生を送れるように、近隣の人たちの平和が戻ってくるように、事件の解決を祈っているわ。八つ目、渋谷ホームレス殺人事件。2020年11月、東京都渋谷区のバス停付近で女性が倒れているという通報があったのよ。被害者はそのバス停を寝床にしていた60代女性。それがさっきも言っていたホームレス女性だな。彼女は何者かに頭を鈍器で殴られ、命を落としてしまったわ。でも事件から数日後、犯人はすぐに逮捕されたわ。犯人は日頃から神経質な部分があり、近隣住民からは危険人物として恐れられていたのよ。そんな犯人に彼女は目をつけられてしまったのか。犯人は逮捕後の事情聴取で、死ぬとは思ってなかったなんてふざけたことを言っていたわ。なんだそりゃ、子供かよ。しかもこの事件、最悪の結末を迎えてしまうのよ。最悪の結末？胸クソ悪い終わり方よ。犯人の生い立ちなどにも詳しく触れながら、事件について解説していくわね。まずは犯人の生い立ちから解説していくわ。犯人は吉田和人。1974年に東京都で生まれたわ。吉田家は祖父母の代から酒屋を営んでおり、さらには複数の不動産を所有している資産家でもあったのよ。裕福な家庭だったんだな。でも吉田は成長していくにつれ、人との関わりを拒むようになっていったわ。もともと引っ込み思案な性格だったこともあって、他人と仲良くすることが苦手だったみたいね。じゃあ、学校に通うのも苦労したんじゃないか？そうね。中学に入学してからは全然学校に行かなくなったわ。不登校か。その流れで吉田は二十歳になるまで、家で引きこもるようになってしまったわ。中学は義務教育だからな。学校に行かなくても卒業はできるが、それ以降は行動に移さないと。その通りよ。でも吉田は行動ができず、中卒のニートとなってしまったの。親御さんかなり心配だっただろうな。父親は吉田のことをずっと心配していたわ。
でも吉田にも、このままではまずいという気持ちがあったのか、二十歳でついに行動を起こしたのよ。ほう、働きに出たのか？そうなの。1994年、吉田が二十歳の時に就職したのよ。それは両親も安心しただろうな。でも長続きはしなかったわ。この就職で吉田は初めて社会人としての経験をしたんだけど、結局仕事が嫌になって短期間で退職してしまったのよ。おいおい、せっかく決意したのに。そしてまた、前と同じように家に引きこもるようになったわ。吉田のことが心配だった彼の知人が、何度も外に連れ出そうと誘うんだけど、吉田は外に出るのが億劫だと拒否して、かたくなに外に出ようとはしなかったわ。そんなこと言ってくれる知人、貴重だぜ。でもそんな知人の声が届くことはなく、吉田自ら社会とのつながりを断っていってしまったわ。しかも吉田はネットにも興味を持っていなかったから、本当に誰とも関わることなく生きていたのよ。うわぁ、そうなのか。人と話すのが苦手って人は、ネット越しで話すのが好きって人が多いと思っていたぜ。ええ、顔が見えないから緊張もあまりしないものね。でも吉田は本当に誰とも関わりたいと思っていなかったみたいね。携帯もガラケーだし、SNS でもアカウントすら作っていなかったわ。心の底から人と関わるのを諦めていたみたいだな。そんな吉田の心は変わることなく、20年ほど経ってしまったわ。20年、その間ずっと実家の世話になっていたのか？その通りよ。吉田はずっと両親に生活を支えられていたわ。でも2017年、父親が亡くなったことで吉田は心を入れ替えたのよ。このままじゃいけないと思ったのか。ええ、家業である酒屋で手伝いをするようになったわ。またすぐ辞めるとか言わないでくれよ。酒屋のお手伝いは一生懸命やっていたみたいね。吉田が主に担当していたのは常連客への配達。父親が亡くなってからは母親を支えるために一生懸命働いている姿を、近所の人によく目撃されていたそうよ。おお、本当に心を入れ替えたんだな。母親との仲は良かったのか？そうね。そりゃあもう仲良しだったわ。なんでそんな含んだような言い方をするんだ？普通の仲のいい親子とは少し違ったからよ。吉田はいわゆるマザコンっていうやつだったのよね。なるほど。母親だけが心の拠り所だったのか。ええ、吉田が心を開けたのは母親だけ。二人はお互いに依存していたような感じだったわ。46歳になっても母親の後をついて回っていたみたいだし。それは一般的な親子の距離じゃないな。時には母親と旅行に行くために、突然仕事を休むなんて言い出すこともあったわ。母親が大好きだったんだな。それじゃ次は、事件が起こるまでに吉田と被害者の間で何があったのか解説していくわね。2020年11月16日、早朝。その日、袋の中にペットボトルを数本入れた状態でどこかへ向かう吉田の姿があったわ。ペットボトルを入れた袋？一体そんなの何に使うんだ？吉田は、これでとある人物を脅そうとしていたのよ。脅す？一体誰を？日頃から近所のバス停を寝床にしていたホームレスの女性、大林美佐子さんよ。この事件の被害者か。ええ、大林さんは、2020年4月頃からこのバス停を寝床として利用していたの。なるほど。でもそんな彼女と吉田、一体どんな関係があったんだ？一度吉田が大林さんにある頼み事をしていたのよ。お金をあげるから他の場所に移動してくれってね。はぁ？なんでそんな頼み事を？吉田の母親は、日頃、地域の清掃ボランティアに参加していたんだけど、吉田も何度か母についてきて清掃活動に参加していたのよ。そして吉田は、清掃エリアのバス停に居座るホームレスの女性を発見したの。それが大林さんか。その通りよ。バス停には屋根があるもんな。雨ぐらいならしのげるぜ。大林さんもそう思って、バス停を寝床として利用していたわ。彼女はバスの運行が終わると、バス停に来て仮眠をし、始発が来る前に新宿方面に向かう生活を送っていたわ。バスが来ない時間に寝床として使っていたのか。なんだか、なるべく迷惑はかけないようにしている感じがするぜ。たびたびこのバス停で大林さんを目撃したことがある人も、全員そう感じていたわ。通行人に、こんなところで寝ていたら風邪をひきますよと声をかけられても大丈夫と答えたり、マフラーや手袋などの防寒具を渡そうとする人もいたみたいだけど、それも彼女は断っていたみたいね。絶対に周囲に迷惑はかけないようにと、トラブルは一切なかったわ。なんだかしっかりした人だな。なるべく迷惑をかけないように、目立たないように生活しているように感じるぜ。ええ、でも吉田だけは彼女の存在に不満を感じていたわ。吉田は大林さんに対して、ボランティアで清掃しているのに、自分の邪魔をするなんて許せないと思うようになったのよ。なんだそれ。大林さんは別に迷惑はかけていなかったんだろ？そうよ。もちろんゴミを捨てたりなんてしていないわ。ただバスが来ない間だけ、ベンチに座って仮眠を取っていただけなの。それなのに吉田は大林さんを邪魔だと思っていたのか。吉田は家業である酒屋を手伝うようになってから、神経質なところが見えるようになったのよ。
そしてその神経質さから、異常な行動を次々に取るようになったわ。異常な行動って？吉田は自分の部屋から見える景色を何よりも愛していたのよ。20年以上部屋に引きこもっていた時にずっと見ていた景色だったから、その景色が少しでも変わるとすごくストレスを感じたのよ。近所の家のシャッターが変わったり、パラボラアンテナを設置することに対して、吉田はかなり不満を持っていたわ。なんだそりゃ。そんなの近隣住民の勝手だろ。そう思うでしょ？でも吉田はそれが許せなくて、最終的に近所の人に文句を言いに行くようになったわ。近所の人が少しでも家の外観を変えたことに気づくと、吉田はわざわざその家に出向いて、勝手に外観を変えないでくれる？うちの窓から見える景色が僕の全世界なんですよ。景色を変えたくないんだ。って言いがかりをつけていたみたい。怖すぎるだろ。見慣れていたものが変わることに恐怖を抱いていたんだな。だとしても近隣住民からすると知らんがな案件だぜ。さらに自宅周辺のコンビニでも難癖をつけていたみたいね。コンビニのアルバイト店員に、態度が悪いから店長を出せなんて騒ぎ立てていたこともあるわ。どこからどう見ても危ないやつだな。こういう問題行動が多かったせいで、吉田は近隣住民から危険人物だと思われていたわ。引きこもっていた時は、自ら社会との関係を断ち切っていたのに、いざ社会に出たら周りから距離を置かれるようになったのか。こんな神経質な吉田だったから、自分が今まで見てきた世界に突如現れた大林さんを邪魔だと思ったんでしょうね。何よりも変化を嫌っているみたいだもんな。そしてある日、吉田はお金を持って大林さんの元へ近づいたわ。お金を払うから、このバス停から移動してくれって彼女に頼んだのよ。一時的なお金をもらったとしても、それで一生は暮らしていけないだろ。大林さんもそう思って、吉田からの申し出を断ったわ。マリサの言う通り、お金をもらってどこか宿に泊まるんじゃなくて、このバス停を彼女は取ったのよ。まあ、そうだよな。でも断られた吉田、変なことをしそうで怖いぜ。申し出を断られた吉田は怒りが爆発。そして、痛い思いをさせれば彼女も言うことを聞くはず、という恐ろしい考えに行き着いてしまったのよ。それでペットボトルが入った袋で、吉田さんに痛い思いをさせようとしたってことか。この考えにたどり着く時点で理解に苦しむぜ。でも吉田は事件当日、大林さんの元へ向かっている間、さらに恐ろしいことを思いついてしまったのよ。殴るにはペットボトル入りの袋じゃ軽いと思った吉田は、なんとペットボトルに石を詰めて鈍器にしたのよ。は？石って、そんなの痛い思いじゃ済まないぞ。でも後の事情聴取でも吉田は語っているけど、彼は殺意なんてなかったそうよ。ペットボトルに石を詰めて、それで大林さんの頭を殴っても死ぬとは思ってなかったの。言葉も出ないぜ。そして事件は起きてしまったわ。2020年11月16日、いつものように始発が来るまでの間、バス停のベンチに座って仮眠を取る大林さん。そんな彼女の周りを何度も通り、タイミングを見計らう吉田が防犯カメラに映っていたわ。そして人がいなくなったタイミングで、吉田は大林さんの頭に石入りのペットボトルが入った袋を思いっきり振り上げたのよ。なんてやつだ。その後、吉田は歩いてその場を去ったわ。それから約1時間後、通行人が倒れている大林さんを発見し、警察へ通報。代々木警察署は通報を受けてすぐ、救急隊と警察官を現場に送ったけど、救急隊員が現場に着く頃にはすでに大林さんの意識はなく、運ばれた先の病院で死亡が確認されたわ。こんなのってあんまりだぜ。死因は後頭部を強く殴られたことによる、外傷性くも膜下出血よ。後頭部は格闘技でも攻撃を禁止されているわ。急所だもんな。吉田は、その後頭部を思いっきり殴打したのよ。警察庁捜査一課は遺体の状態から、殺人事件だと断定し、捜査を開始したわ。そして防犯カメラの映像から、すぐに吉田の存在が容疑者として浮上したわ。許せないぜ。さっさと逮捕してくれ。その頃、吉田は大林さんの死亡をニュースで知ることになったわ。そこでやっと、自分のしてしまったことに気づいたのよ。遅すぎるぜ。考えればわかるだろ。それから吉田は、まず自首をするよりも先に母親に自分のやったことを打ち明けたわ。こんな時にまで母親かよ。いつまで子供の気分でいるんだ。腹が立って仕方ないぜ。その通りよ。吉田の口から全てを聞いた母親は、すぐに警察へ行くように促したわ。結局警察へ行く吉田に母親が付き添って笹塚交番に出頭。さっさと実施して、自分の罪を償ってほしいぜ。でも交番に人がいなかったのよ。だから母親が、代々木警察署に電話をかけたわ。はぁ？あの事件は息子が起こしました。息子はあんな大事になるとは思わなかった。お母さんごめんなさいと言っていると母親が電話で告げたそうよ。謝る相手が違うだろ。本当にね。その後の取り調べで、吉田はまさか死ぬとは思わなかったと説明しているわ。そんなんではい、わかりましたってなるとでも思うか？
人の命を奪うってのは、そんな簡単な話じゃないぜ。マリサの言う通りよ。でもこの後、事件は最悪な展開を迎えてしまうわ。なんと吉田、裁判までの間に釈放されてしまうのよ。は？吉田が大林さんを殺害したのは間違いないんだろ？ええ、それは間違いないわ。でも死ぬとは思わなかったと説明する吉田に、捜査一課は殺意があったと立証できないと判断して、殺人容疑ではなく傷害致死容疑で逮捕したのよ。なんだそれ。しかも2022年5月17日に初公判を控えていたんだけど、それまでの期間、吉田は仮釈放されることになったわ。は？人を殺した奴を野放しに？まさか逃げたのか？ええ、マリサの言う通りよ。釈放されてから1ヶ月後の4月8日、吉田が渋谷区内のアパートから飛び降りてこの世を去ったわ。最悪な結末だな。吉田が自殺したことで裁判が行われることはなくなったわ。自分が今まで見てきた世界を守るためだけに無関係な女性を殺害し、最後は自分で人生を終わらせて、罪を償うことなく吉田はこの世を去ったのよ。卑怯極まりないぜ。それじゃこの事件をまとめていくわね。2020年に起きたホームレス女性殺害事件。犯人は身勝手な理由で人を殺害し、最後は罪を償うことなく自殺してしまったわ。まさか犯人が自殺とは。こんなんじゃ被害者も遺族も、報われないぜ。逮捕後、一時保釈という判断を下した裁判所に対して、疑問の声が上がっていたわ。そりゃそうだ。また、加害者である吉田は人の急所である後頭部を石が入ったペットボトルで殴っておきながら、死ぬとは思わなかったと発言したわ。仮に殺意が認められなかったとしても、どうして釈放なんか。被害者女性を知っている人はみんな、彼女のことを太陽みたいな女性だったと語っているわ。彼女は一生懸命生きようとしていたわ。でも2020年から日本中で蔓延した新型コロナウイルスのせいで仕事が激減し、その結果、路上生活者として生きていくことになってしまったのよ。そうだったのか。それでも彼女は社会のつながりを持とうと、必死に生きていたわ。それを他人が勝手に終わらせたのか。本当に、胸が苦しくなる事件よ。9つ目、ペッパーランチ事件。2007年5月9日午前1時頃、大阪府ペッパーランチ心斎橋店に、一人の女性客が立ち寄った。店内には店長と従業員、食事する女性客の3人。店長と従業員は閉店準備のために、店のシャッターを下ろし始めたの。客がいるのにシャッターを下ろすって、何の目的で？二人は女性客の様子を伺いながら、隙を見てスタンガンを使い、逃げたら殺すって脅した。その上で大量の睡眠薬を飲ませ、女性の携帯電話を確認したの。携帯確認って、なんで？店に入る前に誰と連絡してたのか、通信履歴やメールをチェック、GPS 機能を警戒して携帯電話を破壊。その後、泉佐野市のガレージへ連れて行って監禁強姦、現金5万5000円を強奪して逃走したの。ひどすぎる。で、女性はどうなったんだ？店長と従業員は、次の日も強姦、するつもりだったから、女性の手足を縛ったまま監禁状態を続けたみたい。でも、5月10日9時頃、縛ってた拘束具が緩んでたことに気づき、ガレージから自力で脱出、近所の人に助けを求めたことで事件が発覚した。この事件の犯人は、店長の北山大輔当時25歳と、従業員の三宅正信当時25歳。まずは北山から説明するね。北山は幼い時に両親が高い、祖母に育てられて地元の高校を卒業。2006年7月、ペッパーランチに入社したの。本部の研修で店長試験に合格して、8月には尼崎店の店長になった。最初は尼崎店で働いてたのか？2007年3月までは尼崎店だけど、本人の希望で退社。4月から委託店長として、心斎橋店で働き始めたの。事件を起こしたのは5月だから、店を変わってすぐ女性を襲ったことになる。え、なんで女性を襲ったんだ？それは北山の歪んだ人間性が原因かも。歪んだ人間性？詳しくはわからないけど、昔から性欲が強くて、女性を襲いたいと思ってたみたいね。ただ、祖母によれば、両親はいなかったけど、性格が歪むようなことはなかったって話してる。三宅は？三宅も北山と同じ泉佐野市出身、引きこもりがちの性格。小学校はほぼ不登校で、漢字の読み書きや計算も苦手だったらしい。基本的な勉強ができてなくて、二人は同じ中学だった噂もある。じゃあ、店で働く前から、お互いをよく知ってたのか？そのあたりの情報はないけど、三宅が引きこもり生活してた時、ゲームセンターへ足を運んで、友人を介して北山と仲良くなったらしいの。北山が心斎橋店を開店する時、三宅も手伝いに行って、その流れで一緒に働くようになったみたいね。北山にも三宅にも、
付き合ってる恋人がいた。彼女がかわいそうだぜ。北山の彼女は妊娠中で、当時同棲してたの。事件が発覚してなかったら、そのまま翌月結婚する予定だったみたいね。その後はどうなったんだ？情報が曖昧だからはっきりしないけど、縁を切って引っ越したって聞いたわ。被害者女性については、名前も顔写真も公開されてない。仕事帰りの女性で、年齢は20から30代くらいじゃないかって言われてる。言われてるってことは、年齢もはっきり公表されてないのか。今わかる情報は、仕事帰りの若い女性ってだけね。この先の人生があるから、被害者保護の観点から公表されない。実はこの事件、驚くほど報道規制があったの。報道規制？事件の内容が性犯罪っていう側面もあるけど、一般的に公表されたのは5月16日。事件発生から1週間後になる。北山と三宅の顔写真は中学時代のもので、他の写真はほとんどないし。いくら性犯罪だったとしても、そんなに遅い発表って今までにあったか？この手の重大事件って、マスコミがほっとかないよな？あったかどうかは知らないけど、発生から公表されるまでの1週間で、心斎橋店は撤去されたの。心斎橋店って拉致現場だろ？そんなこと勝手にしても良いのか？普通は証拠保全のために一定期間、警察の許可が出るまで立ち入り禁止。ペッパーランチ側は、女性が逃げた翌日に事件発生を知ってたの。北山はもともとペッパーランチの社員だったけど、4月に独立して心斎橋店の店長になったから、ペッパーランチ側と雇用関係にはない。ということは、ペッパーランチには何の責任もないってことか？そこまでは記者会見で言ってなかったけど、業務委託の関係だったことは間違いないわね。だけど事件の影響を受けて、会社のホームページに謝罪文を載せたし、ラジオ CM は自粛。ファミリーマートとコラボした弁当は、企画ごと白紙に戻ったの。気の毒だけど、マイナスイメージがついた感じか？フード業界の特集を組む雑誌でアンケート調査したら、事件の認知度は 76.7。夜は一人で食事に行かないって答えた人が、55.3 もいたみたい。そういえばテレビのニュースではあまり報道されなかったけど、SNS やネットなら、詳しくわかるだろ？それがなぜか今回に限っては、ネットも情報規制された。それほんと？今の時代検索すればほとんどのことを調べられるだろ？キャッシュ削除やキーワード除外の措置をして、検索結果から表面上出てこないように対処したって。誰がそんなこと指示したんだ？誰かはわからないけど、削除するよう申請を受けて、Google はわずか1日足らずで処理したみたいね。だからペッパーランチ事件のことは、細かい情報を探せないようになってる。犯人の名前を検索しても、ほとんどヒットしないし、ヒットしても同姓同名の別人の情報が出てくるわ。二人の量刑についてだけど、2007年9月26日、北山は懲役12年、三宅は10年の判決が下されてる。どういう論点から決まったんだ？二人の犯行が計画的だったこと。計画的？4月上旬、二人は通販サイトから、スタンガンを2台買ってる。最初は通り魔的に女性を襲うつもりだったみたいで、車に乗ってターゲットを物色してたの。だけど見つからなかったから、店に来るお客さんを襲うことにしたって。それが犯行動機か？自分の欲望を暴走させた感じね。4月24日から27日までの間に、睡眠薬中国製の緊急避妊薬精力剤、女性用興奮剤 SM プレイ用の拘束帯とか、全部で10万くらい買ってる。使ったのは睡眠薬だけだろ？そこまでの情報はないけど、送料無料にするために買ったんだって。送料無料に10万分も？何も考えずに買ったって公判で証言したらしいし、ガレージを借りたのは、どうやら三宅の方で、女性から奪ったお金を滞納してたガレージの費用に充てたみたいね。北山と三宅の懲役の長さが違うのは、北山が主犯だから？二人の立場は同等で、北山が主導したわけじゃないみたい。ただ、北山は責任ある店長って立場なのに、犯行に加わったことが量刑に影響してるのかも。さらに女性をガレージへ連れて行くとき、ガムテープ、コーヒー牛乳、焼酎、ウーロン茶を購入。最初に飲ませた睡眠薬の効きが悪かったから、コーヒー牛乳の空パックで焼酎のウーロン茶割りを作って、再度眠らせたの。余罪はないのか？余罪はないみたいだけど、2009年6月、ペッパーフードサービス側が、二人に対して損害賠償請求してる。損害賠償請求？雇用関係ないって言ってたのに。事件の影響で業務に著しい損害を受けたってことで、約2760万を請求してるの。事件発生後、ペッパーフードサービスの株価は2万のストップ安になったから、2760万払えるのか？本人が頑張るしかないわね。北山の両親は他界してるし、三宅の父親もすでに死亡してる。三宅には母親と姉、音信不通の兄が二人いるらしいけど、
一人1380万だとしてもお金すぐに用意するのは無理ね。ペッパーランチ事件は報道規制がかけられたせいで、ネット上ではすごい噂が広がってる。噂？例えばどんな？噂は5つ、一つずつ説明するね。一つ目は、監禁された女性は一人じゃなかった。一人じゃないって、じゃあ何人いたんだ？具体的な人数はわからないけど、複数の女性用衣類や保険証、通帳やカード類がガレージから発見されてる。そんなのニュースで聞いたことないけど、本当にいたのか？ガレージは、事件が起きる2年くらい前から借りてたって話もあるから、今回の犯行じゃなくて、残されたものは過去の証拠かも。じゃあ、二つ目は？二つ目は、犯人4人説。犯人が4人？北山と三宅が逮捕された3日後、大阪市内の JR の踏切で、男性2人が死亡したの。その時の様子を目撃した人は、2人は自転車を押しながら、肩を組んで歩いてた。それで犯人グループから目をつけられて、消されたんじゃないかって。誰がそんなこと言ってんだ？昔、その心斎橋店で働いた芸人がいて、イベントに出た時、被害者も犯人もあと2人ずついるって話してたみたいね。まあこの件に関しては、血液検査や嘘発見機のポリグラフで調べて、決定的な証拠も出なかったから、ネット上に拡散しただけで終わったけど、犯人グループ自体、存在しないかもしれないから、やっぱり二人組だったんじゃないかって。じゃあ、三つ目は？三つ目は、事件現場の閉鎖に関わること。閉鎖に関わること？報道発表される一週間の間に、心斎橋店が閉鎖されたって言ったよね。事件発生の翌日に看板が外されて、店内のものが片付けられたの。置かれてた書類や店の備品、エグい DVD とか従業員の制服も綺麗さっぱりね。それで？この店舗には、世間に出せない何らかの証拠があるんじゃないかって。問題はこれだけじゃなくて、実際に犯行現場となったガレージも、二人が逮捕されて事件が落ち着いたらすぐに解体されてる。被害女性の気持ちを考えてのことか？それも全くわからないけど、ガレージの所有者は一般人か、その手の業者らしい。そこに解体しろって命じるのは、なかなか難しいの。解体するにも費用はかかるし、解体したら商売の利益が消える。じゃあ、四つ目は？四つ目は、店舗の冷蔵庫から、別の女性の遺体が2体発見されたって。これを報道したのは週刊誌なんだけど、規制されたから、これ以上の情報はないの。他にも事件が起きてたのか？それも不明、その1回だけ取り上げられたからね。じゃあ、5つ目は？最後は警察の捜査。警察の捜査って？警察は事件発生から2人を逮捕して、2週間で捜査本部を畳んだの。早っ2週間。通常、どのくらい本部を立てておくのかは知らないけど2週間は短く感じるわね。警察は上の方から圧力かけられたのかもって、かなり噂になってた。誰も噂の検証してないのか？噂の検証は誰にもできないし、一般人には何も教えてもらえないわ。こんなに情報規制されてることないってくらい、この事件の詳細を確認できないの。委託店長って言っても、あんなひどい事件起こして、名前が知れ渡ったペッパーランチは大丈夫なのか？損害賠償がどうなったか知らないけど、あの事件の後、2007年12月18日、巣鴨店の店長が求人広告会社の男性を殴って、1週間の怪我を負わせてる。店長は、それまで担当してた女性社員に好意を持っていたから、求人広告会社の方で別の男性社員に担当を変えたの。それに腹を立てての犯行。それだけか。あと、2009年8月、山口県山陽自動車道、鯖川サービスエリア上り線店のペッパーランチで、食中毒騒ぎがあったの。食中毒？食事した4人が腹痛を訴えて、そのうちの2人が入院。検査の結果、腸管出血性大腸菌が検出された。食品衛生法に基づいて、3日間の営業停止処分を受けたみたいね。腸管出血性大腸菌って？腸管出血性大腸菌は O157 のこと。その時は、岐阜県大垣市の食肉加工会社が製造加工してて、出荷された肉の一部に O157 が混じってた疑いもあったらしい。ペッパーランチ側は、安全が確認されるまで全店臨時休業したの。で、どうなったんだ？9月11日、厚生労働省からの発表は、11道府県で23人。疑いのある人を含めると33人も食中毒の人が見つかったって。33人じゃ、もうステーキは食べられないのか？その食品加工会社が所属してる組合は、9月30日まで、対象製品を回収する行政処分を受けたの。その後ペッパーランチ側は、取引先を変えたって聞いたけど、2010年、食中毒を起こした食品加工会社と組合に対して、約12億の損害賠償を請求してるみたいね。食中毒騒ぎは乗り越えられたのか？いつ収まったのかはわからないけど、ペッパーランチは、
投資会社に80億で売却されたって報道されてた。売却を決めたのはいきなりステーキを立て直すためだって。売却したってことは、店はどうなったんだ？いきなりステーキとペッパーランチの両方で、114店舗閉店。ニューヨークの店舗も撤退。でもペッパーランチは200店舗あった中で、182店舗残したから大丈夫みたいね。北山も三宅も刑期を終えてるから、出所はしてるはず。じゃあ、もう事件は過去のことだろ？終わったことには違いないけど、二人の行方は誰もわからないわ。何年か前に大阪で目撃されたって、ネットの掲示板には書いてあったけど、それも噂で何の確証もないからね。ただ、都市伝説系の作家と関係者の話によれば、二人のうちどちらかの身内に、警察関係者もしくは食肉業界の人間が絡んでるから、報道規制がかかったんじゃないかって。マジか？噂の息を出てないから、それこそ単なる都市伝説ね。10個目、埼玉県警察強盗殺人事件。事件が発覚したのは、2015年9月4日。朝霞市根岸台の民家から、119番通報が入ったことから始まるわ。駆けつけた救急隊によると、1階の居間で被害者となった男性 A さんが、背もたれを倒した座椅子の上で仰向けに横たわった状態だったとのことよ。A さんはその場で死亡が確認されたわ。自宅での犯行だったんだな。第一発見者は誰だったんだ？ A さんの弟さんよ。弟さんは、A さんと連絡がつかなくなったのを不思議に思って彼の家を訪れたの。それで兄の死体を発見したってわけなんだな。まさか自分の家族が事件に巻き込まれるなんて、発見した弟さんも驚いただろうな。A さんは以前はタクシー会社に勤務していたそうなんだけど、足を悪くしたとのことで退社していたの。それを機に、第一発見者となる弟さんが週に1回程度、飼い犬を散歩させるために A さんの元を訪れていたそうよ。弟さんはたびたび A さんの家を訪れていたんだな。A さんの人柄はどうだったんだ？まず A さんは、母親が入院中のため一人暮らしだったそうなの。A さんを知る人物は、穏やかな性格で、他人から恨みを買うような人ではなかったと証言していたそうよ。穏やかな性格の A さんが事件に巻き込まれるなんて、怖い世の中だな。司法解剖の結果、死因は頸部圧迫による窒息死で、抵抗した形跡はなかったみたいなの。そしてなんと、1階の対価金庫にあったはずの現金100万円もなくなっていることが判明。現場に居合わせた捜査員は、誰がどう見ても殺人事件と思う現場だったと話しているわ。対価金庫って、火災から収納物を守るための金庫のことだよな。その金庫の中のお金が盗まれていたってことは、犯人は顔見知りか親族なのか？ここまでの話を聞くと、そう思っても無理はないわよね。ただ、この事件の調査が進んでいくうちにいろいろなことが分かってきたの。犯人が分かったのか？ええ、そうなの。殺人事件と断定した埼玉県警は、まず捜査本部の現場検証を行って、被疑者と見られる男の遺留物の採取に成功したわ。また、A さんの家のインターホンには、前日の3日にチャイムを複数回押す男の姿の画像が残されていたそうなの。A さんが留守かどうかを確認するためだったのかもしれないけど、なんだか怪しいわよね。誰だったんだ？インターホンを押した男というのは。画像を調査したところ、そこに映った男の身なりは浦和警察署地域課に勤務する、中野翔太巡査部長という警官によく似ていたとのことよ。マジかよ。警察官が犯人なのか？また、3日に A さんの自宅付近の駐車場に、1台の乗用車が止まっていた。という目撃情報が寄せられているわ。その目撃情報から割り出した乗用車の所有者は、なんと中野の親族のものだったそうなの。ますますその中野翔太という男が怪しく思えてくるな。捜査本部は、浦和署で勤務中だった中野を任意同行させ、事情聴取をした。最終的に DNA も任意で採取し、現場で遺留してたものと一致したということで、捜査本部は中野を殺人容疑で逮捕したわ。結局その男が犯人だったんだな。ところで、その中野翔太という男はどんな人物だったんだ？事件の被疑者である中野は、2002年に高校を卒業した後埼玉県警察学校に入校。卒業後の2003年から警察官として本格的に勤務が始まったわ。2011年には県内の殺人、強盗などの凶悪犯罪を担当する刑事部捜査第一課に勤務が決まり、刑事として責務を全うしていたわ。20代のうちに刑事として勤務をしたということは、中野はかなり優秀な警察官だったんだな。確かに優秀だったみたいね。2012年には巡査部長に昇任したみたいだし。ところでプライベートの方はどうだったんだ？私生活においても、彼は25歳頃職場で知り合った警察官の女性と職場恋愛し、結婚したそうよ。そっか、私生活も順調だったんだな。しかしそれだけ聞くと、なぜ事件を起こしたのかますますわからなくなるぜ。
2009年と2010年には、長男次男と子宝にも恵まれ、親族の方はみんな喜んでいたみたいね。普通に幸せな家庭じゃないのか？一体どこで道を踏み外す形になってしまったんだ？ここには深刻な裏事情があって、なんと中野は別の女性と関係を持っていたのよ。マジかよ。不倫のことに関しては、結婚相手の奥さんも中野に対して不信感を持つようになるの。何か疑いが見られる行動があったのか？次男が生まれて少し経った頃から、中野が子供の面倒を見なくなって、家事もしなくなったそうなの。それは承認も相まって、中野の仕事が忙しくなってきたからとか、そういう理由じゃないのか？それが違うみたいなの。2014年3月頃、中野は朝霧署刑事課で強行犯係を担当していたんだけど、ある日被害相談に一人の女性がやってくるの。その女性が、後に中野の不倫相手となる人物だな。その通りよ。彼女の被害相談を担当したのが中野。二人は意気投合したようで、3ヶ月後の6月頃に不倫関係となってしまったの。いやいや、仲良くなってる場合じゃないだろ。自宅では奥さんと二人の息子、義理の両親がいるのにもかかわらず、中野はこの女性と交際を続けていたわ。挙句の果てには、なんと不倫相手の女性と生活するためのアパートを契約しだしたのよ。マジか、何やってんだよ。それだけじゃないわ。中野は家賃や女性の生活費まで負担するようになったのよ。まあこの不倫は、後で奥さんにバレたみたいなんだけど。なんだか聞いてて呆れるな。早々にバレて正解だと思うぜ。それで、不倫が発覚した奥さんの反応はどうだったんだ？奥さんの反応は分かってないんだけど、中野は奥さんに対し、お前とやり直したい、不倫相手の女からは別れるなら職場に言うと脅されて、どうしたらいいかわからないんだ、と発言していたみたいよ。なんだそれ、そんなの本当かどうかもわからないぜ。奥さんは不倫相手の女性と話さなかったのか？その情報に関しても分かっていないわ。ただ、中野は奥さんに浮気がバレた後も女性との不倫関係を続けていたみたいよ。マジか。中野は不倫相手にバレたことについては話したのか？それが中野はとんでもない行動に出ているの。不倫相手の女性に対しては LINE 上で、妻とは絶対離婚するお前を幸せにしてあげたい。といった文面を送っていたそうなのよ。どちらにしても奥さんと続けるか、別れるか決めないといけないのに、一体何がしたいんだ。子煩悩で良き父親を演じていた中野だったけれど、そんな不倫生活の中職業を通して一人の男性と出会ってしまうの。その男性が、被害者となる A さんだな。その通りよ。A さんの父親が亡くなったらしく、中野は刑事として検視をするために A さん宅に訪れていたの。なるほど、そこで A さんの家にあった金庫の場所を覚えたということだな。そうなのよ。この時から中野はよからぬことを考えていたのかもしれないわね。金庫の場所を覚えようとしたわけだから。下心なしによその家の金庫の場所なんて覚えるはずもないもんな。そうね。そしてこれが、最悪の形で悪用されてしまうの。霊夢、もしかして中野は、金庫にあったお金で女性の生活費とアパートの家賃を支払おうとしたというのか？そう考える方が自然ね。だけどその前に、職場に不倫していることがバレてしまったのよ。どうしてバレたんだ？11月に、中野と交際していた女性の間で何らかのトラブルがあったそうで、なんと女性が朝霞署に相談にやってきたの。なるほど、これで不倫が職場にバレたというわけか。そうね。これにより中野との関係が発覚したのよ。刑務部長に注意の処分を受けた中野は、翌年の4月から浦和署に移動することが決まったわ。不倫がバレてからの移動はかなり気まずいぜ。さらに、その後女性の妊娠が発覚するの。妊娠までさせたのか。このことは奥さんには話したのか？そうみたいね。だけど奥さんの方は、その子供が中野の子供かどうか信じることができなかったようで、DNA 鑑定を依頼したみたいね。奥さんの方も、中野と別れたくなかったのかもしれないな。それで、結局女性は子供を産んだのか？最初から産むと決心がついていたようで、2015年の3月に男児を出産しているとのことだわ。かなりややこしくなったな。それで不倫関係はどうなったんだ？それが、その時もずっと不倫を続けていたみたい。同時に中野は、不倫相手のアパートの家賃を滞納するようになってしまって、自宅に決心後の督促状や明細書が届き始めたそうね。ここまで来たら、不倫なんてしてる場合じゃないぜ。しかも、中野はそんな状況なのにもかかわらず、不倫相手には、奥さんと話し合って離婚届を提出した、といった嘘を話していたみたいなのよ。なぜそんな嘘をついたんだ？実際、中野はこの不倫相手と一緒になるつもりだったのか？どうかしらね。もしかしたら不倫相手の女性が、早く関係をはっきりさせたいと思って中野をせかしていたから、とっさについた嘘なのかもしれないわよ。いずれにしても、不倫だけじゃなくて家賃の方もなんとかしないといけないはずだよな。自分で撒いた種とはいえ、家賃の件でもかなり悩んでいたと思うわ。中野は本事件以外でも、別の事件を起こしているからね。
別の事件も起こしていたのかよ。別の事件っていうのは、やっぱり金を盗むといったことか？ええ。中野はまたも剣士で訪れた住宅で、なんとキャッシュカード2枚と鍵なんかを持ち去っていたのよ。それほどまでに金に困窮していたのか。誰かに相談すれば、まだ助かる道はあったかもしれないのにな。やっぱり不倫をしておいて、しかも自分の行動が問題なわけだから、相談しづらかったというのもあったのでしょうね。中野にはもう支払えるだけの金がなく、冷静な判断力もできなくなった挙句、今回の事件を思いついたという結果に至るの。相談しづらいにしても、犯罪を犯すよりはずっとマシだぜ。まして人の命を奪うなんて許せないし。そしてついに2015年の9月3日、ついに中野は動き出すわ。事件を起こしてしまうのか。まず、中野は A さん宅を訪れ、玄関のインターホンを数回押した。これは A さんが不在かどうか確かめるための行動だったとされているわ。応答がなかったことを確認して、中野は窓から侵入したの。この時は実際誰もいなかったのか？それとも途中で帰ってきてしまったのだろうか？実際には、A さんは部屋にいたみたいなのよ。なぜでなかったのかは不明だけど、A さんにバレることを恐れて焦った中野は、首に縄を巻きつけて2かけたということよ。私だったら A さんが在宅していたことが分かった時点で、必死に謝って正直に全部話すぜ。マリサは素直ね、けど人の家に勝手に入った時点で犯罪なのよ。A さん殺害後、中野は金庫から現金約120万円と記念硬貨複数枚を奪い逃走。そしてそのお金でアパートの滞納分の家賃を払ったわ。アパートの家賃を払うとき、中野には罪悪感はあったのだろうか。私の見解では、中野はすでに人の心を失っていたのではないかと思うわ。その理由として、事件から4日後に、中野は不倫相手と2人で沖縄に旅行に行ってるのよ。なんだって？人の命を奪っておいてよくそんなことができるぜ。そして冒頭で話した通り、A さんの弟が通報したことにより事件が発覚。警察の捜査によって逮捕という形になったのよ。自分が犯した過ちで金に困ったという自己責任で、人から金と命を奪うなんてひどすぎるぜ。この時に中野は犯行動機として、A さんの父親が亡くなった際の自宅の検視で金庫の場所を覚えたこと、金に困っていたことなどすべて供述したそうよ。他にも強盗殺人事件はかなり起こっているけど、人は本当に焦ると、誰もが予想だにしないとんでもないことをしてしまうものなんだろうか。ところで霊夢、中野は他にも検視で訪れた家からキャッシュカードと鍵を盗んでいるんだよな。あの件は発覚しているのか？それに関しては、中野の職場にあるロッカーから見つかっていて、犯行がバレているわ。だけどこの件については、交番に戻るとバッグの中に入っていたと、容疑を否認したそうよ。なるほど、ここでも嘘をついたんだな。ところで本事件に対する裁判の結果が気になるところなんだが、どうなったんだ？この事件に関しては、後の裁判で無期懲役が言い渡されているわ。中野はこの判決に対して控訴、上告したんだけど、すべて棄却されたみたい。そして2018年10月2日、裁判官全員一致で無期懲役が確定したとのことよ。身勝手な理由で人の命を奪っておいて、控訴や上告をするあたりが理解に苦しむぜ。刑罰が軽くなるとでも思っているのかな。ちゃんと反省してほしいものだわ。中野の逮捕について、不倫相手の女性は何かコメントしなかったのか？心情については不明なんだけど、彼女は裁判の後半で登場したそうなの。中野との間に生まれたと思っていた子供は、DNA 鑑定でなんと父親は別人だと判明しているのよ。違う人との間にできた子だったのか。ってことは、女性の方も不倫していたということなのか。そうかもしれないわね。この事件はいろいろとめちゃくちゃだぜ。そしてさらに大変な思いをするのが、埼玉県警だよな。そうなのよね。埼玉県警察の現職警察官が殺人事件を起こすことは初めてで、県警本部の慌てぶりは相当なものだったと言われてるわ。埼玉県警察が犯罪を犯すなんて前代未聞だから、慌てるのも無理はないぜ。本部長ら県警幹部が会見を始めたのは、9月12日午前11時40分。会見に出席した本部長は、気が動転していて頭が真っ白だったのか。短めの言葉で陳謝したんだけど、被害者を被疑者と言い間違えて訂正したりと、かなり動揺した様子だったと言われているわ。そんなに慌てていたのか、本部長も大変だぜ。ところで霊夢、埼玉県警の本部長は、この事件を機に辞職してしまったのか？いいえ、本部長は、再発防止策を講じるのが、私の最大の責任だと述べたわ。彼はその後、埼玉県警察本部長を2017年4月5日まで務め、警察庁長官官房審議官などを経て、2020年2月17日に関東管区警察局長で退官したとのことよ。最後まで責務を全うしたんだな。この事件の会見に関して、ある県警関係者は、県警に相当な衝撃が走ったことは事実だ。言い間違いは本当に謝罪する気があるのか、と言われても仕方ないが、
本部長も相当焦ったんだろうと述べているわ。話を聞いていると、かなり慌てていると思うけどな。そして、現場警察官は呆れ顔で話す一方で、中野に対しては憤りをあらわにしていたみたいね。ふざけるなと言ってやりたいと、激しい怒りを隠さなかったみたいよ。そうだよな。同じ警察官としても、犯した罪の大きさを考えても、許されることじゃないんだぜ。11個目、川崎老人ホーム連続殺人事件。まず最初にどんな事件だったか説明するわね。事件が起きた場所は神奈川川崎市にある有料老人ホーム、S アミーユ川崎幸い町。2014年5月、今井隼人23歳が介護職員として入社したの。今井が入社すると次々と入居者が転落死していったわ。怖すぎるぜ。2014年11月4日、牛沢民夫さん87歳が転落し、1ヶ月後の2014年12月9日には中川千恵子さん86歳が転落し、さらに2014年12月31日に浅見信子さん96歳が転落死したの。2ヶ月間で3人も殺害されたのか。警察は、当初変死として処理していたの。ところが年明けの2015年からは老人ホーム内で窃盗事件が相次いだわ。警察は捜査をして窃盗容疑で今井を逮捕したの。窃盗までしていたのか。警察が今井の捜査を進めるうちに3人の転落死に今井が関わっていたことが判明。今井も殺害を認め逮捕されたの。亡くなられた方のことを思うと胸が苦しくなるぜ。同僚や上司は今井のことを変だとは気づかなかったのか。今井は救急救命士の資格を持っていて仕事ができると評判だったのよ。意外だぜ。今井が事件を起こすまでの経緯が気になるな。1992年、今井隼人は神奈川県横浜市で生まれたわ。電気屋の父親保育士の母親妹の4人暮らし。両親は近所の人たちの間でも優しい夫婦だと評判だったわ。今井は、両親から愛情をたっぷり受け誰に対しても優しい性格になったの。優しかったのか。友達も多く今井に助けられたという同級生も多かったわ。犯罪を犯すような人物には見えないぜ。中学生の頃には、吹奏楽部に入部してトロンボーンを担当。リーダー的存在になり部員たちをまとめたわ。どちらかというと目立つタイプだったんだな。吹奏楽部に入部後、指揮者としての才能も発揮。両親や先生も感心するほどの腕前だったわ。合唱コンクールでも指揮者になり、見事最優秀賞を受賞したの。指揮者として早いうちから才能まで発揮していたんだな。それなのに、どうして介護の道へ進んだのかわからないぜ。理由は、父親の病気が関係しているわ。実は今井が学生の頃、父親が脳腫瘍になったの。父親は電気屋を閉め治療に専念。今井も介護をしていたわ。そうだったのか。しかし、父親は他界。このことがきっかけで今井は医療の道に進むことを決心したの。父親を脳腫瘍で亡くしていたのか。せっかく人を助ける道に進んだのに逆のことをしてしまったんだな。本当にそうよね。今井は救急救命士を目指し医療系専門学校を受験したの。結果は見事合格。そして高校卒業後、合格した医療系専門学校に進学。成績は常に優秀で人の役に立ちたいと周囲に話していたわ。ここまで聞いていたが犯罪を犯すような行動や言動が全く見当たらないぜ。専門学校でもリーダー的存在で周囲の人には優しく接していたわ。実習後の反省会ではここが良かったと同級生たちの良いところを積極的に褒めていたの。よく人の良いところを見つけるのが上手なタイプだったそうよ。友達に好かれそうなタイプだぜ。ええ、その通りよ。当時の同級生たちは今井に良いところを褒めてもらい元気づけられたと話しているわ。周囲からの信頼も強かったんだな。同級生たちは、何が彼を追い立てたのか、未だに信じたくないという気持ちが強い、と動揺している状態よ。同級生たちも驚いているんだな。ところが一方でこんな証言もあるの。今井は負けず嫌いな性格だったのか吹奏楽の指導で稼いでいるから、と言い同級生たちに必ず奢っていたそうよ。さらに貯金は5000万円あると言ったり、突然封筒からお金を出して友人たちに配ったこともあるの。お金を配っていたのか。自分を大きく見せたい一面もあったんだな。それに時折、今井は音楽で食べていきたいとも言っていたそうよ。音楽の道も捨てきれていなかったんだな。それでも勉強を続け優秀な成績を保ったまま国家資格である救急救命士の試験に合格。専門学校も無事、卒業したわ。ここまで順調だった今井だけど初めて挫折するの。何かあったのか？消防士の試験に失敗するのよ。ここで今井がずっと目標にしてきた。消防署で救急救命士として活躍するという夢が途絶えてしまったの。消防士の試験失敗が事件の引き金になったのだろうか。そうかもしれないわね。なぜなら消防士の試験に落ちてから、専門学校の同級生とも連絡を取らなくなってしまったそうなの。
合格した同級生と夢が途絶えた自分を比べてしまったのかもしれないな。その上、レンタルビデオ店で事件まで起こしてしまったのよ。何をやったんだ？1ヶ月以上料金を滞納していたの。店員が注意すると怒り出し一切支払いに応じなかったそうよ。貯金5000万円は嘘だったんだな。店では要注意人物として今井の顔写真をバックヤードに貼っていたわ。この頃には昔の優しい今井ではなくなっていたんだな。2014年5月、今井は老人ホーム S アミーユ川崎幸い町で働き始めるの。ついに働き始めたのか。志望動機は家族が亡くなったのがきっかけで、お見送りができる介護の仕事をしたくなりましただったわ。この時は、再び人の役に立ちたいっていう気持ちに戻っていたのかもしれないな。そうね、老人ホーム側も救急救命士の資格を持っている今井に期待をして採用したわ。働き出すと今井は真面目で覚えも早く未経験なのに、優秀な職員として高く評価されていたの。仕事場でも優秀だったんだな。その上、休みの日を利用して介護系専門学校へ通い、2014年11月には介護職員初任者研修の資格を取得しているわ。かなり勉強熱心だぜ。どこで殺人というそれた道へ進んでしまったのか理解しがたいな。そして、資格取得をした11月に最初の事件を起こすわ。2014年11月3日、今井を含む職員3人が勤務していたの。しばらくすると1人が仮眠室へ行き、もう1人は巡回を終えて戻ってきたわ。交代で勤務をしていたんだな。今井は2人に見られる心配がないと確認した上で、牛沢さんが寝ている4階の403号室に向かったわ。牛沢さんは要介護さんでトイレ、入浴、服の着替え、歩行などを、自力でできる状態じゃなかったの。今井は牛沢さんについて、手間がかかり以前から煩わしく感じていたと供述しているわ。牛沢さん気の毒すぎるぜ。介護職員を信頼するしか生活できない状態だったのにな。今井は静かに403号室へ入っていったわ。そして寝ている牛沢さんに対して外に出ませんかと声をかけたの。時間は午前1時40分を過ぎており日付は4日になっていたわ。明らか不自然な時間帯だぜ。牛沢さんも危険を感じたのか不自由な体で必死に抵抗。怖かったんだろうな。すると今井は無理やり牛沢さんを起こし歩かせ401号室のベランダまで連れて行ったの。自力で動けない牛沢さんは、ほぼ引きずられている状態よ。なんてひどいことをするんだ。今井は牛沢さんを抱きかかえ人目のつかない裏庭へ投げ落としたの。牛沢さんの気持ちを考えると恐怖で震えてきたぜ。4階から投げ落とされた牛沢さんは内臓破裂をしていたわ。今井は牛沢さんを投げ飛ばした後、何事もなく仕事場に戻ったの。人を殺して冷静でいられるのが恐ろしすぎるぜ。でも、ここで今井は急に不安になる。もし遺体の発見が遅れると牛沢さんを担当していた自分の評価が低くなってしまう、と思ったの。自分の評価しか考えていなかったのか。今井はタイミングを見計らい牛沢さんの遺体のそばへ行き第一発見者を装い通報。救急救命士の資格を活かして心配するふりをしながら牛沢さんの救命措置を行ったわ。こんな時に救急救命士の資格を活かすだなんて信じられないぜ。同僚や警察にも心臓マッサージをしましたと話したの。警察は、転落事故として処理をしたわ。鑑識も出動せず牛沢さんの司法解剖もしなかったの。警察も重大なミスをしたんだな。担当した神奈川県警の初動捜査ミスは大きく取り上げられ非難されたわ。警察がこの時しっかり捜査をしていれば、牛沢さん以外の2人が亡くなることはなかったぜ。私もそう思うわ。牛沢さんを殺害してから1ヶ月間、今井は何事もなかったかのように生活していたわ。2人目の犠牲者となった中川さんは、亡くなった牛沢さんの入れ替わりで403号室に入居してきたの。また今井が担当することになったのか。ええ、そうよ。中川さんは牛沢さんより軽い要介護2だったわ。その頃、今井は介護に疲れてむしゃくしゃしていたと語っているの。身勝手すぎるぜ。12月9日の早朝4時30分、一人で夜勤をしていた今井は403号室に入っていったわ。そして牛沢さんの時と同じように中川さんを無理やりベランダまで連れて行ったの。中川さんは危険を感じ大声を出したわ。老人ホームの近所に住んでいた住民も、中川さんと今井が言い争っている声を聞いているの。中川さんは、殺害されるかもしれない恐怖を感じたんだろうな。今井は声を上げて抵抗する中川さんを無理やり抱え、ボーッという声を出して投げ飛ばしたわ。4階から投げられた中川さんは悲鳴を上げたの。そしてドスンという音を立てて地面に叩きつけられたわ。聞いているだけで辛くなるぜ。今井は2回目も同じところから入居者が転落したと報告すると、怪しまれると思ったのか今度は気づかないふりをしたわ。中川さんは裏庭で亡くなっており出勤した別の職員によって発見されたの。今井は中川さんを殺害してからも何事もなくその日の仕事を終えて帰宅したわ。今井の感覚が恐ろしすぎるぜ。仕
かも今井は中川さんを殺害する前、周囲の同僚たちに次は中川さんが転落死するかもって話していたの。誰も怪しいって思わなかったのか？まさか事件が起きているとは思わなかったそうよ。そして中川さんの遺体発見後は自分は死神かも。って予言を的中させたと自慢していたわ。周囲からすごいと思われた今井の欲望が出ているな。急に殺害された中川さんのことを思うと心が苦しくなるぜ。そして、いよいよ3人目の犠牲者となる浅見さん。浅見さんは6階の609号室に入居していたの。事件前日となった12月30日には娘が訪れていたわ。そして娘がまた来るねと伝えると浅見さんはありがとうと伝えたの。これが親子最後の会話になったわ。娘さんもこんな形で母親を失うだなんて辛いだろうな。12月31日、午前1時10分頃、今井は609号室に入っていき、寝ている浅見さんを無理やり起こすの。そして浅見さんを601号室のベランダまで連れて行ったわ。浅見さんを持ち抱えた今井は、牛沢さんと中川さんが亡くなった場所にめがけて投げ落としたわ。浅見さん6階から落とされたのか。怖かっただろうな。浅見さんは声を上げなかったからか601号室の入居者は寝ていて気づかなかったの。そうだったのか。浅見さんは出血性ショックで亡くなったわ。今井は牛沢さんの時と同じように第一発見者のふりをして通報。倒れている浅見さんを心配するふりをして救命措置をしていたわ。自分が優秀な人材だと思われた今井の欲望がまたしても出ているな。3人目の犠牲者となった浅見さんは最初に殺害された牛沢さんと同じ要介護さんだったわ。認知症を患っていた浅見さんは徘徊を良くしていたの。今井は殺害した動機について徘徊がひどく世話が焼けたからと話しているわ。身勝手すぎる動機だな。亡くなられた3人の肩書きの毒すぎるぜ。短期間で3人も転落死したことで施設側も不審に感じていたわ。そりゃそうだろうな。なぜなら亡くなられた方3人のうち牛沢さんと浅見さんは要介護さんの状態よ。それにベランダには高さ120センチの手すりがあったの。体を自由に動かせない牛沢さん、中川さん、浅見さんが自力で乗り越えるのは困難よ。明らかに不自然だよな。施設側も警察に対して故意による転落事故の可能性は低いと話していたの。警察は事故と事件の両面で調べたわ。けれども防犯カメラの映像には何も映っておらず目撃情報などもない。結局、事実が判明しないまま過ぎていったの。施設側は、運営を止めることはしなかったのか？3人の転落死事故が相次いだ後も普通に運営していたわ。殺害事件を起こした今井がこの後も普通に働いていたと思うとゾッとするぜ。今井が殺害事件を起こしてから翌年の2015年、入居者の思い出の品や金品が盗まれる窃盗が相次いだの。施設側は警察に通報。窃盗は明らか犯罪だとすぐにわかるからな。2015年5月、入居していた70代の女性の2万5000円が入った財布を、今井が盗んだのを警察が見つけ逮捕。その後の調べで今井は2015年1月から逮捕された5月までの間に、19件の窃盗をしていたことが発覚したわ。中には入居者の結婚指輪やネックレスなどもあり、今井は監禁して自分のものにしていたの。卑怯な行為だぜ。今井は218万円の示談金を支払ったわ。しかも示談金を支払ったのは今井の母親だったの。母親も今井に迷惑をかけられたんだな。示談金を支払ったことで今井は、懲役2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決となったのよ。刑務所へ行かずに済んだんだな。今井は窃盗事件を起こしたことで職場を懲戒解雇されたわ。疑問なのだが、今井は働いていたのにどうして窃盗事件を繰り返していたんだ？それは彼女や同僚たちに見栄を張るためよ。今井は働き出してから初めての彼女ができたの。初の恋人で浮かれてしまったんだな。今井は入居者から盗んだお金で彼女に見栄を張り続けたわ。高級ホテルに宿泊したり、高級焼肉店での食事、プロ野球の観戦もしたわ。同僚たちにもいつも食事をおごり続けていたの。良い男だと思われたい見栄が出ているな。同僚たちは、羽振りの良い今井を不思議に思いお金の出所を聞いたこともあったわ。すると大学の救命センターの仕事を掛け持ちしていて、金があるんだ、と真っ赤な嘘をついていたの。見栄張りな部分は昔から変わっていなかったんだな。今井が職場を去ってからしばらく経った2015年12月、入居者に暴行をしたとして職員3人が書類送検されたの。他の職員も虐待行為をしていたのか。信じられないぜ。事態を重く見た警察は過去の転落事件も再び捜査し始めたの。すると殺害された牛沢さん、中川さん、浅見さん3人が、転落死を遂げたすべての日に今井が当直だったことが判明。しかも牛沢さんと浅見さんが倒れているのを見つけた第一発見者も今井だった。警察は2016年1月から今井の事情聴取を始めたわ。
他の職員による不祥事が警察を動かしたとは思わなかったぜ。今井は当初、否定をし続けていたの。しかし2週間の間に逃げ切れないと思ったのか母親に電話で相談したのよ。今井は母親に実は自分がやったんだと伝えると自首するように言われたわ。さらに妹にも電話で迷惑をかけるけど、ごめんねと伝えたの。母親と妹も辛かっただろうな。2月15日、今井は警察に対し入居者の言動にストレスを感じ殺害しましたと自供。牛沢さん、中川さん、浅見さん3人の殺害を認めたの。今井は逮捕起訴したわ。母親の説得がなければ事件は迷宮入りするかもしれなかったんだな。しかし2017年11月6日の公判前整理手続きで今井は一変して違うことを主張するの。事件当時のことは覚えていません、やっていませんと言ったのよ。死刑になるのが怖くなったんだな。その後、2018年1月23日に初公判が行われた時も、今井は、転落死の時間帯に施設内にいたことは間違いないですが、何もやっていません、と否定をしたわ。さらに2018年3月1日に行われた最終意見陳述では、取り調べから解放されたくて、嘘の自白をした。自分は何もやっていない、と否定したの。今井の自分さえ良ければという甘い部分が出ているな。ところが状況を変えたのは今井の母親だったわ。母親は、息子に不利になると分かりつつも罪を償ってほしいという思いから、法廷で息子から殺害したと聞きましたと証言したの。世間でも大きな話題になったわ。息子の罪が重くなるのを分かっていて伝えるのは相当な勇気が必要だぜ。母親も責任を感じていたのだろうか。母親の証言を含め複数のことが決め手となり、2018年3月22日に今井に対して死刑が言い渡されたわ。今井と弁護士は不服として即日控訴。今井は無罪を主張し続けたわ。控訴後の判決は出ておらず2022年3月9日に言い渡される予定よ。今井は最後まで自分のことしか考えていなかったんだな。事件後、母親は園長として勤めていた保育園を退職。妹と共に名前を変えて引っ越ししたわ。亡くなった父親の代わりに家族を守るはずの今井がめちゃくちゃにしてしまったんだな。そうね。母親と妹は、今井によって人生をどん底に突き落とされたわ。現在、今井は東京拘置所に収監されており、私は家族のためを思い嘘の自供をしたんですと無罪を主張し続けているの。さらに死刑廃止が必要ですとも語っているわ。死刑を恐れているがすごく伝わるな。被害者に対する謝罪はないのか。今のところ、一切ないわ。亡くなられた被害者が気の毒すぎて心が痛いぜ。事件が起きた老人ホームは現在どうなっているんだ？今は運営会社が変わったの。名前を変えて老人ホームの運営を続けているわ。防犯カメラや職員を増やし体制もかなり変わったらしいの。入居者の家族からは、職員はいい人ばかりだと評判よ。もう二度と同じような事件が起きないことを願うばかりだぜ。12個目、宮崎高千穂6人事件。2018年11月、宮崎県高千穂町で一家5人が惨殺される事件が発生したの。その後、一人だけ行方不明だった夫が飛び降りて亡くなったのよ。その人は、飯星正弘さん当時42歳だったわ。一家惨殺って、なかなかインパクトあるな。原因は正弘さんが浮気したことによる夫婦喧嘩だと考えられているわ。仲裁に訪れた知人も同様に手にかけられていて、被害者は6人になったのよ。知り合いまでもが巻き込まれるとか、壮絶だな。容疑者と見られる正弘さんは自ら命を絶ったわ。事情を知る家族と知人も全員手にかけられているから、リアル八つ墓村、平成の津山30人殺し、なんて例えられているわ。まあ、八つ墓村のモデルになったのが津山事件なんだけどね。これは事件の詳細がかなり気になるな。2018年11月25日、この日は地域の消防団の忘年会が開かれたわ。そこに所属していた松岡文明さん当時44歳も参加していたわ。みんなこの時期は気が緩むよな。午後1時頃から始まった忘年会は、休憩を挟みながらも長時間続いたわ。そして、お開きになったのは午後8時頃だったの。家に帰った松岡さんは、知人の飯星正弘さんに電話で呼び出されたのよ。せっかく楽しい忘年会が終わったところだったのにな。よっぽど大事な用事だったのか？要件は、正弘さん夫婦の喧嘩の仲裁だったと考えられているわ。え、どういうことだ？正弘さんは物静かな性格だったんだけど、たまに爆発するタイプだったの。時々、夫婦は大喧嘩をしていたそうなのよ。その度に、松岡さんは仲裁に出向いていたそうね。喧嘩の仲裁？松岡さんの奥さんは夜9時という遅い時間だったから辞めたわ。でも、困った人を放っておけない松岡さんは、正弘さんの家へと向かうのよ。そして翌日の26日、正弘さんは会社を無断欠勤したの。
これまで、まさひろさんが休みもなく会社を休んだことはなかったわ。お腹でも痛かったのか。それは違うわ。会社からまさひろさんの携帯電話に何度かけても、応答はなかったの。まさひろさんの妻であるみきこさんに電話をかけても繋がらなかったわ。夫婦揃って連絡が取れないのは、さすがに心配になるよな。次は町外に住むまさひろさんの弟に連絡を取ることになったの。そしたらその弟は、警察に様子を見に行ってもらうように依頼したのよ。警察に連絡したのか？よっぽど心配だったんだな。そして昼頃になって弟の元に警察から報告の連絡があったわ。なんとまさひろさんの家族は、全員手にかけられていたのよ。家の敷地内で見つかった遺体はなんと6人だったわ。だけど、まさひろさんの姿は家のどこにもなかったわ。警察は、まさひろさんが逃亡した可能性があるとして、周辺を捜索したの。結果、およそ3キロ離れた新戸高千穂大橋の下の川で、まさひろさんの遺体が発見されたわ。なぜ、一人だけ遠いところだったんだろうな。まあ、それに関しては後ほど話すわね。実は事件のあった25日は、会社の慰安旅行だったの。この報告を受けた会社の同僚たちは絶句したわ。午後3時半に解散するまで、夫婦と長女の3人が、仲良く過ごすところを見てたからね。そりゃ絶句もするぜ。仲良くしてる姿を見ていたら余計だよな。妻のみきこさんと長女のゆいさんは首を絞められた可能性が高いとされたわ。他の4人については、凶器のナタで殺害されたと見られているわね。なんてひどいことをするんだ。そして父である安尾さんは頭部を切りつけられていたわ。その安尾さんの布団の上で、長男である匠さんが亡くなっていたの。おそらく、祖父を助けようとして手にかけられたのね。若いのに勇気があるな。母である美穂子さんの遺体だけは唯一屋外で発見されているわ。遺体には激しい損傷があり、なぜか首が切断されていたのよ。このことから、母親に対しては特に強い殺意があったと言われているの。いくらなんでも無謀すぎるだろ。どうしてこんなことになってしまったんだよ。知人の松岡さんに関しては、喧嘩の仲裁で巻き込まれたと考えられるわ。松岡さんも頭部がほぼ切断された状態だったのよ。あの時に奥さんの言うことを受け入れていればと思うと、胸が痛くなるな。そして川で見つかった正弘さんは、6人の死亡に関わったと見られているの。新戸高千穂大橋の駐車場に正弘さんの軽自動車が乗り捨ててあったんだけど、遺書などは発見されていないわ。もう手がかりが何もないんだな。これからどうなるのだろうか。ちなみに橋から水面までは115メートルほどで、30階建てのビルに相当する高さよ。こんな場所を選ぶということは、絶対に命を絶とうと決めていたのかもな。そうね。あと犯行動機と同じくらい謎とも言えるのが、殺害方法の違いよ。そういえば、なぜ全員同じじゃないんだろうな。残念ながら、それは謎のままなの。それから事件後、一家全員が死亡したことから、遺体は親戚に引き取られることになったのよ。引き取られた遺体の中にはもちろん正弘さんの遺体もあって、翌月に近親者のみで葬儀が行われたわ。親戚も、もうショックどころじゃないだろうな。被害者も加害者も身内なんだから。ええ、普通なら、生きているうちにこんなこと体験しないからね。事件の内容はそんな感じだから、ここからは二人の人物像を見ていくわね。ああ、これは事件に関わる重要な部分だな。いい星正弘さんは事件の7年前、長女の誕生をきっかけに地元の宮崎に戻ったの。そして建設資材会社で、原木輸送のトラック運転手として働くようになったのよ。妻の美希子さんとは結婚して10年、長男の匠さんは前妻との子供だったわ。前妻とは匠さんが生まれて1、2年後に離婚しているわね。今時珍しいことではないが、夫には離婚歴があったんだな。匠さんは正弘さんと折り合いが悪い時期もあったそうね。でも、事件当時に匠さんは地元に戻ってきていて、正弘さんも、よく帰ってきてくれた、と嬉しそうに話していたそうよ。なんだかんだ、息子さんとの関係は良好だったんだな。当時の建設資材会社の社長は正弘さんについて、彼は普段から寡黙で、いじられると黙ってしまうタイプ。事件の予兆は感じられなかったが、何か溜め込んでいたものが爆発したのかもしれない、と語っているわ。次は松岡文明さんについて話すわね。実は正弘さんと松岡さんの接点は、詳しくわかっていないの。小学校時代から二人を知る建設資材会社の社長でさえ、二人はどんな接点があったのかわからない、と話しているくらいなのよ。そんなことあるのか？だって、夫婦喧嘩の仲裁をするくらいの仲なんだよな。ええ、だけど別の知人も、二人とも知っているが、こういう関係があったことは知らない、と証言しているの。謎すぎるな。どういうことなんだ。でも正弘さんの知人によると、
正弘さんの勤務先と松岡さんの妻の勤務先で取引があって、松岡さんの妻の会社では、正弘さんの会社から運ばれた原木を加工している。正弘さんは原木を運ぶトラックの運転手だったので、二人は面識があったはずだ、と言っていたわ。つまり正弘さんと松岡さんの奥さんは、知り合いってことになるのか？そうね。あと、事件後に正弘さんと松岡さんの妻は浮気をしていたという噂が流れたのよ。これは事件が起きたせいで生まれた噂の可能性もあるわね。でもこの二人が浮気をしていたからって、正弘さんの犯行の動機になるのか？これはあくまで噂で、正弘さんがやったという証拠はないのよ。松岡さんの評判は良くて、事件の半年ほど前に結婚したばかりだったそうなの。充実した人生を送っていた矢先の悲劇となってしまったから、非常に残念ね。残された奥さんも、かなり辛いよな。この事件は関係者全員が死亡しているから真相は永遠にわからないわ。だけど、いくつかの手がかりによる説があるのよ。それはかなり興味深いな。まずは正弘さんの浮気が原因という説よ。いきなりえげつない話が来たな。この夫婦喧嘩については、数年前の正弘さんの浮気が原因とされているの。え、この人って浮気してたのか？定かではないけどね。でも普段は仲のいい夫婦で、正弘さんも妻の美紀子さんを大切にしていたの。それだったら問題はないんじゃないか？しかも数年前の会社の慰安旅行では、体調の悪い妻が、旅行には長女と二人で行くように、と言ったんだけど、そんな奥さんに正弘さんは、妻を残して旅行には行けないと、慰安旅行を欠席しているほどだったのよ。理想の夫婦じゃないか。浮気が事実なら、された側の美紀子さんが不満を抱えていたことになるわ。その不満が爆発して、大喧嘩に発展したのではないか？と言われているの。なるほどな。そして次は正弘さんの被害妄想説ね。被害妄想？それだけでここまでするのか？正弘さんの幼馴染みの証言では、以前に正弘さんから電話があった時に、美紀子は許せん。うちの両親は美紀子の肩を持つ。などと怒っていたそうよ。だけどその後は、長女の小学校入学を嬉しそうに話すだけだったらしいの。それが事件の3ヶ月ほど前に偶然出くわした時には、美紀子が隠れて昔の男と会っていると噂で聞いた。俺はいつも仕事が終わればまっすぐ家に帰っているのに、美紀子は俺の方に女がいると疑う。これだけ真面目に仕事をしているのに、許せん。と、険しい表情で話していたそうよ。こうして聞いている限りだと、結構感情に波がある感じだな。そのような感じなら、この説はなきにしもあらずだな。また、正弘さんは、仲裁に来た松岡さんも疑っていたという説があるわ。美紀子さんと松岡さんが関係していると、内心で思っていたのかもね。そこも疑っちゃうか。殺害された両親は、息子は精神的に不安定で、不倫は美紀子だと大声で言い、被害妄想のようになっている、と周囲に話していたみたいなの。あとは互いの疑心暗鬼が原因説もあるのよ。お互いに疑っていたということか？ええ。正弘さん夫婦が結婚したのは事件の10年くらい前で、正弘さんはバツイチよ。夫婦を知る人は、二人は昔付き合っていた人に対して、互いに嫉妬し合って言い争うことがあった、と証言しているの。もう少し大人になったらいいのにな。美紀子さんが、夫が前の相手と連絡を取っているみたい、と愚痴るのを聞いた人もいたり、正弘さんが、嫁の動きが怪しい、SNS で何かやっているみたいだ。と美紀子さんの浮気を疑うような話を聞いたという人もいるくらいだからね。こうやって聞いてみると、あんまり夫婦は仲良くなさそうだな。もう訳がわかんないぜ。まあ本人が言ってるわけじゃないからね。これらの情報を頼りにするしかないというのが現状よ。最後に、警察に通報した町外れの家族が犯人説があるわ。え、なんだそれは？今回の遺体発見のきっかけを思い出してほしいわ。確か、正弘さんの弟さんが通報したんだよな。そう。高千穂町の町外れに住む正弘さんの弟が、家族と連絡が取れない、と警察に通報したことから始まったの。これに対して、連絡がつかないという理由で、わざわざ警察に通報するだろうか、との意見もあったり、反対に、本当に家族の身を心配していた、との意見もあるのよ。そう言われるとそうだな。わざわざ警察に連絡はしないかもしれないんだぜ。でも心配する気持ちもわかるぜ。連絡がつかないだけで通報するって判断が、どうしても気になるところね。何らかの事情を知っていてもおかしくないと思ってしまうわ。言われてみると、確かにそうだな。それに、事件前の2016年9月から10月にかけて、不審なことも起きていたわ。正弘さん夫婦が地域掲示板サイトで誹謗中傷されていたことが判明したの。地域掲示板とはいえ、実名で誹謗中傷するのは劣気とした違法行為ね。そんなに評判が悪かったのか？学生じゃあるまいし、わざわざそんなことするか？この書き込みが事件より前という部分は、興味深いわね。
事件後に書かれるということはあったりするけど、これは違うからね。事件後だったら、みんなが思ったこととかを書いたりするのはよく見るな。この書き込みの経緯は不明なのよ。書かれていた内容が事実なのかも不明なの。疑問ばかりが残る事件だな。結局、2019年7月24日に、宮崎県警は、正弘さんを殺人の疑いで書類送検したわ。第三者の介入を裏付ける証拠はなく、正弘さん単独の犯行と結論付けたの。だけど、犯行動機は判明しなかったと説明していたわ。ということは、何もわからずじまいなのか？ええ、2019年10月11日、宮崎地検は不起訴処分としたことを発表したわ。多くの謎を残したまま、事件は幕を閉じたというわけよ。13個目、大和運輸男女殺傷事件。まずは事件の犯人について見ていくわね。犯人の名前は当時46歳の筧真一で、兵庫県神戸市に暮らしていたわ。筧は神戸市北区にある団地で、母親と双子の弟と3人で暮らしていたの。双子の兄弟がいるなんて、珍しいな。家族仲はどうだったんだ？家族の関係は良好で、3人で仲睦まじく出かける様子を近隣住民が目撃しているわ。しかし、家庭内の筧は気が短い性格で切れやすかったそうなの。いわゆる内弁慶というやつか。職場でもその性格が災いして、問題を起こしていたわ。問題行動って？筧は勤め先の敷地内で、車の運転を誤って社長に怒鳴られたことがあったの。その時筧は、社長に対し怒鳴り返したのよ。社長に怒鳴り返すなんて、すごい度胸だな。また警察官に暴行を加えて公務執行妨害で逮捕されたこともあったわ。逮捕だって？筧は度胸があるんじゃなくて後先考えないタイプなのか。そのせいか、筧は何度も職場を変えているの。職場を転々としている中で、トラブルを起こす前に辞めることもあったわ。せっかくトラブルを起こしていないのに、どうして辞めちゃったんだ？そういう職場で筧は、おとなしく引っ込み思案だと思われていたそうよ。怒りっぽい性格とはだいぶかけ離れているな。それでも筧の短気な性格は変わってはいなかったわ。やがて筧は職場だけではなく、自宅のある団地周辺でもトラブルを起こすことになるの。とうとう地域住民にもバレ始めちゃったのか。どんなトラブルを起こしたんだ？騒音トラブルだったそうよ。これが原因で、筧は家族と住んでいた部屋を離れ、別の棟へと引っ越したわ。引っ越しといっても、団地内にいたんだな。そんな中、筧は就職活動の結果、大和運輸に勤務することが決まったわ。大和運輸の社員になった筧は、同時に別の会社でも派遣社員として働いていたそうよ。そのため朝帰りになることも、しばしばあったわ。仕事の掛け持ちなんて大変そうだぜ。忙しくて余裕がなくなると、怒りっぽくならないのかな。筧は多忙なスケジュールを送っていたことで、余裕がどんどんなくなっていくのよ。同時期に筧は、大和運輸の先輩から、荷物の扱いに関して注意を受けるようになったわ。筧は先輩から注意を受けても、荷物の扱いを改めようとはしなかったの。結果として、日常的に注意を受けるようになったのよ。やっぱりイライラしてるじゃないか。不器用な性格の筧に、仕事の掛け持ちは向いてないと思うぜ。先輩からの注意の内容はもちろん、筧に原因があることばかりだったわ。筧自身は自分の行いを顧みず、先輩社員への怒りを募らせていったのよ。完全に逆恨みだな。そんなことが続いた結果、とうとう大事に発展してしまったわ。大事って何なんだ？気になるぜ。2020年10月5日、筧は大和運輸で荷物の仕分け作業をしていたの。例のごとく、彼の荷物の扱いはかなり雑だったそうよ。そのことに気がついた当時60歳の男性社員 A さんが、筧に注意したわ。でも筧は、A さんの言うことを素直に聞くことはなかったのよ。むしろ逆で、筧は激高して A さんに掴みかかったわ。そのまま二人は取っ組み合いの喧嘩になりかけたの。せっかく注意してくれたのに掴みかかるなんて、つくづく筧は怒りっぽいんだな。誰か止めようとしなかったのか？パート従業員として勤務していた広野真由美さん、当時47歳が割って入ったの。結果、なんとか喧嘩になることを防ぐことができたわ。しかしこの時、筧の腕が広野さんの体に当たってしまったそうよ。広野さん女性なのに身を挺して喧嘩を仲裁するなんて、すごいな。だが、筧もさすがに処分されるんじゃないか？大和運輸は、以前から筧の勤務態度を問題視していたの。そこで今回の筧の行動を暴行とみなし、解雇処分にすることを決めたわ。さらに、広野さんに警察へ被害届を出すよう勧めたそうよ。大和運輸はこの暴力沙汰で、筧を解雇したかったんだな。それが正直なところでしょうね。広野さんは言われた通り警察署を訪れて、今回の件に関する相談をしたわ。でも、たまたま腕が当たっただけ。自分は普段の筧くんとの関係も悪くないからと説明したわ。
最終的にヒロノさんは、被害届の提出を取りやめたのよ。この時のヒロノさんは、明らかに家計のことをかばっている様子だったわ。ヒロノさんは優しい人なんだな。家計は彼女に感謝するべきだぜ。その裏で、ヤマト運輸は暴力事件があった当日に、家計の母親に電話をかけたの。そして彼女に家計の解雇を通知したわ。話を聞いた家計の母親はすぐに息子に連絡して、内容を伝えたの。こうして間接的に解雇を知った家計は、怒りの感情をあらわにしたわ。解雇された時点で怒るだろうなと思ったが、やっぱりな。自分の行いのせいだから、自業自得だぜ。でも、家計は怒りのあまり、こう考えるようになるの。ムカつく。あの二人のせいでクビになってしまったじゃないか。絶対に許せない。こうなったら復讐のために、あいつら二人を殺してやろう。このように、家計は A さんと広野さんの殺害を決意したわ。解雇したのは会社なのに、A さんどころか広野さんも恨んだのか。論理が飛躍しすぎているぜ。実際のところ、広野さんは喧嘩を仲裁してくれたし、警察署でも家計をかばったのにね。でもそれを知らない家計は、準備のためにホームセンターを訪れたわ。そして、凶器として包丁2本と、木製バット1本を購入したの。包丁を2本も買うなんて、完全に家計は2人殺害するつもりなんだな。ホームセンターを後にした家計は、すぐに殺人を決行するわ。翌日未明に、勤務先の神戸北スズラン大センター駐車場に向かったの。そこで A さんと広野さんを待ち伏せることにしたのよ。そんなところで殺害したら、他の社員に見られてしまいそうだぜ。そして、2020年10月6日の午前4時頃に事件が起こったの。家計が潜む神戸北スズラン大センターに、車に乗った広野さんが出勤したわ。彼女は乗ってきた車を駐車場に止めると、何の警戒心もなく、車内に向かったわ。そりゃあ、殺意を持った人間がいるなんて思わないもんな。家計は、広野さんが車から出たタイミングを見計らって飛び出したわ。そして家計は広野さんに襲いかかったの。広野さんは抵抗することもできず、全身十数箇所を包丁で滅多刺しにされたのよ。ここで広野さんは反射的にギャー、という叫び声を上げたそうね。でも、この時にはすでに致命傷を与えられており、ほどなくして亡くなってしまったわ。わけがわからないまま殺されて、広野さんがかわいそうすぎるぜ。叫び声で、誰か助けに来ることはなかったのか？もう一人のターゲットである A さんも、すでに出社していたわ。そして A さんは、広野さんの断末魔を聞いたの。この叫び声を聞いて、A さんは何事かと思ったそうね。でも、状況を把握する前に家計が現れたのよ。深夜に殺人鬼と出くわすなんて、完全にホラー映画だな。家計は A さんのことを見つけると、お前も殺したる、と怒鳴りながら襲いかかったわ。A さん、逃げてくれ。A さんは広野さんと違って、自分の命が狙われていると認識する時間があったの。そのため A さんは、なんとか家計に抵抗することができたわ。よかった、A さんは逃げることができたんだな。A さんは家計と揉み合いになり、怪我を負いながら必死にその場から逃げ出したわ。そして、逃げながら警察に通報を入れたのよ。一方の家計は車に乗り込んで、A さんの後を追いかけ始めたわ。その途中で家計は、周囲の宅配物や、事務所の壁に車を衝突させているわね。怖い怖い、完全にイカれてるぜ。家計が車を衝突させたのは、自分を解雇した会社に対する復讐だったそうよ。家計はヤマト運輸に金銭的な損失を与えたかったの。荷物や備品のパソコン、配達用の車を壊そうと考えていたわ。そこまで復讐したかったのか。その後、家計が車を暴走させている現場に、通報を受けた警察が到着したわ。警察の姿に気がついた家計は、なんとパトカーにまで車を衝突させてきたのよ。もう怒りのあまり、なりふり構わなくなっているな。ここで警察は家計を取り押さえ、公務執行妨害で現行犯逮捕したの。その後、警察の捜査で広野さんの死亡が確認されたわ。A さんはどうなったんだ？ A さんは怪我を負ったものの、命に別状はなかったわ。でも、家計の起こした事件は、死者を出す最悪の結果になってしまったわ。捜査関係者は事件についてこう振り返っているの。A さんは驚いたやろな。叫び声を上げて右手に包丁を握りながら自分に向かってくるのは、昨日までの同僚なんやから。その時は最初の悲鳴を上げた広野さんはすでに息絶え絶えやったはず。出勤直後から降りたところを刺されていて、驚く間もなかったと思う。女性の腹には包丁が刺さったままやった。一部の傷は腹から背中に貫通するほど深く、ほぼ即死だった。喧嘩に関係ない広野さんが亡くなるなんて、あんまりだぜ。だが、A さんだけでも助かってよかったな。事件後、兵庫県警捜査一課が本格的な捜査に乗り出したの。取り調べの中で家計は容疑を認め、動機などを語ったわ。家計は、10月8日に殺人未遂及び殺人容疑で、再逮捕されたのよ。
翌日の10月9日には、筧を神戸県警から送検したわ。この時筧は報道陣のカメラに向かって、満面の笑みを浮かべながらピースサインをしたわ。殺人を犯して笑顔でピースサインなんて、とんだサイコパスだぜ。筧がどんな意図でピースサインをしたのかは不明よ。けど、どちらにしても、彼が全く反省していないのは明らかね。当然、世間からは批判の声が相次いだわ。SNS の発達した2020年にそんなことをしたら、一生ネットで批判されるだろうな。その後筧は、殺人罪などで神戸地裁で起訴されているわ。こうして始まった裁判でも、筧は反省している様子を一切見せなかったの。筧の態度に、ヒロノさんの遺族は怒りをあらわにすることもあったわ。それでも筧は、謝罪の言葉を口にすることはなかったのよ。ヒロノさんは何も悪いことをしていないのに、遺族はさぞ悔しかっただろうな。裁判で反省していなければ、量刑がさらに重くなるんじゃないか？2022年2月3日、筧の判決公判が行われたわ。そこで神戸地裁はこう述べているの。女性従業員への恋愛感情や男性従業員への不満があった。そこで二人が結託して被告を退職に追い込んだと思い込んだ。二人には落ち度がなく、強固な殺意に基づく執拗かつ、残忍な犯行だ。こうして神戸地裁は、筧に懲役27年の実刑判決を下したわ。公務執行妨害、殺人未遂、殺人といくつも罪を重ねているもんな。もっと長く刑を食らっても、おかしくないと思うぜ。判決を受けた筧は死刑にしてくれたらよかったのに、喜んで死んでやると発言したわ。しかし後になって弁護側は、事件に至ったのは不当解雇への逆恨みが動機である。被害女性への恋愛感情はなかった、と主張したの。そして事実誤認と量刑不当を訴えて、控訴期限の2月16日に大阪高裁に控訴しているわ。本人は死刑を望んでいたのに、控訴するなんておかしくないか？控訴審判決は、一審判決から約7ヶ月後の2022年9月14日に行われたの。ここで大阪高裁はこう述べたわ。被害者らが結託して辞めさせるように、仕向けたとする思い込みには全く根拠がない。そしてその経緯に組むべき点はないとして、大阪高裁は弁護側の控訴を棄却し、一審判決を支持したの。続いて弁護側は上告審も求めたけど、意見が変わることはなかったわ。2023年1月12日に、最高裁が弁護側の上告を棄却、筧の懲役27年が確定したわ。上告までしているなんて、往生際が悪いやつだ。刑事裁判は終わったけれど、まだこの事件には民事裁判が残っていたわ。ヤマト運輸の備品や車を破壊した罪か？いいえ、殺害されたヒロノさんの遺族がヤマト運輸を訴えたのよ。事件発生に至る経緯をめぐり、遺族はヤマト運輸に、約1億1000万円の損害賠償を求めたわ。遺族は裁判の中で、筧受刑者を退社させたいと考えた上司が解雇処分の通知をする際、ヒロノさんが自ら進んで警察に相談したような言い方をし、逆恨みを招いた。守ってくれるはずの会社によって、筧受刑者の、怒りの吐け口にされ殺害された。あまりに理不尽だ、と主張しているのよ。確かにどう考えても、ヒロノさんが襲われる理由はどこにもないよな。これに対してヤマト運輸側は、退職通知は殺害行為をもたらすほどの危険性はない。予見することは不可能だとして、請求の棄却を求めたわ。ヤマト運輸も自分は被害者だと、主張しているな。これに関しては、そもそも筧を雇ったことがミスだったとしか言えないぜ。でも、そうも言ってられないのよ。ヤマト運輸には、筧のような訳ありの人を、雇わなければならなかった事情があったわ。一体どんな事情なんだ？コロナ禍で苦境にあえぐ企業が多い中、通販利用増加でヤマト運輸業務量は増えていたわ。そんな中、2017年に従業員への未払い残業代問題が発覚したの。それは会社としてやってはいけないことだな。その後、ヤマト運輸は働き方改革の一環でアマゾンの荷物取り扱い量を減らしたわ。でも人では足りず、特に荷物の仕分けや配送する集配所は、猫の手も借りたい状況だったの。だから雇用するパート社員の経歴や職歴などは、ほぼノーチェックだったそうなのよ。だから筧のような人でも就職できたんだな。でも訳ありの人ばかり雇用していたら、普通の人が寄りつかなくなりそうだ。それにヤマト運輸には、そんな人を雇った責任もあると思うぜ。民事裁判の結果はどうなったんだ？この民事裁判がどのような結果を迎えているかは、まだ明らかになっていないの。遺族側の主張が認められるといいな。そうね、ヒロノさんの遺族の思いが、少しでも浮かばれるといいわね。今回の話はどうだった？筧をかばっていたヒロノさんが、亡くなってしまったのが悔しくてならないぜ。どう考えても、彼女に落ち度はないからな。そうね、彼女が今回の一番の被害者だと言っていいわ。遺族もやりきれない気持ちでいっぱいでしょうね。
ヤマト運輸側も家計の性格を知っていただろうし、他のやり方があったと思うわ。全く反省せず、死刑になろうとした家計も許すことはできないな。怒りのあまり、自分をかばってくれた人も手にかけようとするなんて。マリサの言う通りよ。家計には同情できるところは何もないわ。しっかりと罪を償ってほしいわね。というわけで今回はヤマト運輸男女殺傷事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。